第2回となります環境と公害セミナーでございます。私司会を務めさせていただきます一橋大学の山下と申します。よろしくお願いいたします。私ども環境と公害編集委員会ではこの環境と公害という雑誌を、もともとは公害研究という、タイトルで、私が生まれる前の1971年から年4回岩波書店の方で出版させていただいてきた、組織になります。で途中で環境と公害というタイトル変わったんですけれども、いまだに年4回、その時々の、国内外の環境問題をテーマにして特集を組んで雑誌を出版しております。ただ、年々その特にここ数年なかなか、皆さんの手に届きにくくなっているという側面がありまして、何かしら編集委員会としても対策を打つ必要があるだろうというふうに考えまして、このセミナーという方法を考えるようになりました。で毎号その2、3本の特集を組んでるんですけれども、その特集のテーマに合わせてこうした形で、今回ですとお手元に皆様この48か2号という雑誌をお持ちかと思いますけれども、3本特集を組んでおりまして、一つ目はこの東日本大震災以降ずっと一貫してですね、毎号必ずこの原発事故と震災の問題で特集を組んでいるんですけれども、その話題と2つ目の特集が今日のテーマになります辺野古問題、沖縄の環境の問題、そして3つ目が、築地市場移転の問題という3つで、今回の雑誌は特集を組ませていただいております。でせっかくその論文を書いてもなるべく、多くの方にその中身を届ける必要があるだろうということで、毎号ですね、このどれかの特集のテーマに合わせたセミナーを雑誌の半分を開くという体制を取り始めて、今回2回目ということになってございます。で事前のお申し込みをかなり大勢の皆様にいただきまして、今回特に驚いたのが、テーマが良かったと申しましょうか、通常この雑誌を手に取っていらっしゃらない方たちがかなり大勢この場にお越しいただいて、今回お買い求めいただいたというところが私たちにとっても大きな成果というふうに考えてございます。実は沖縄の問題についてはこの雑誌でも1年前にも、桜井先生に論文を書いていただいておりまして、その1年前にはこの雑誌の、一つの話題となっております日本環境会議が沖縄で大会を開きまして、沖縄での環境問題をどんどん全体的に検討するような会議を開きまして、その成果も特集論文として2年前ですね、まとめてございます。ということで定期的に沖縄の環境問題についてでもこれからもウォッチし続けていきたいというふうに編集側として考えておりますので、ぜひご支援いただければというふうに存じます。定期購読とかですね、日本環境会議の会員になっていただくとよりお安くお手元に届けることができますので、ホームページの方で申し込んでいただくことが可能ですので、ぜひこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。で前置きが長くなりましたけども、まず、編集委員会の方からですね、長年この沖縄の問題に取り組んでいらっしゃいました宮本健一先生に、基調報告をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お集まりいただきましてありがとうございました。今日は最初に私が皆様に申し上げたいのは、私は小野町知事が福岡高裁の次で次のように述べたことをここでまず最初に皆さんに訴えたいわけでございます。歴史的にも現在においても沖縄県民は自由、平等、自己決定権をないがしろにされてまいりました。私はこのことを魂の飢餓感と表現しています。日本には本当に地方自治や民主主義は存在するのでしょうか。沖縄県にのみ負担を強いる今の日米安保条約は正常なのでしょうか。国民の皆様すべてに問いかけたいと思います。この問いかけに答えて今日は集会を開きたいというふうに思っているわけでございます。ちょっと急病いたしまして、まだ体力がありませんので座らせていただきたいと思います。
それから私の時間をスケジュールの時間を間違えて40分と思ってたら20分なんですね。それでちょっと作ってきたものが長くなるのを途中省略させていただきますから、後でお読みいただければありがたいと思います。先ほど山下さんからお話がありましたように、次、日本環境会議はこういう沖縄この小田町の告発に応えまして、彼の意思をついてあの美しい辺野古沖大浦湾の埋め立てを許さないという意思を表明してまいりました。で、玉城知事は辺野古の工事差し止めを表明して政府と協議に入っていますけれども、安倍政権は誠に無法で強権的に工事を進めているわけであります。これは許されないと私は思うんですが、まあ、本日はあの普天間辺野古を考える会、これはもうあの、かなり長くこの問題を扱ってまいったわけでございますが、この応援もありまして、辺野古基地問題が沖縄だけでない、これが日本の未来を決する問題であるということを明らかにして工事阻止の世論を拡大したいと思っているわけであります。で、今日はあの社会科学だけではない自然科学の先生たちもたくさんお集まりいただきまして、そこであの、環境問題やあるいは 法律の問題など最も重要な問題が後から説明されますので、ですから今日はあの私はあの短い時間で全部喋れないかもしれませんが、特にこの沖縄問題で重大なのは歴史的な差別というのが沖縄にの問題で続けられていて、このままいくと完全に日本は分断国家になるんではないか、まるで沖縄を俗領のごとくあるいは植民地のごとくですね、扱っているこの歴史的なその差別ということについて、日本人があまりにも日本の本土の人たち、大和の人たちがあまりも知らないので、少しこれは本当に入り口ですが、お話をさせていただきたいというふうに思っているわけです。で、1872年に琉球王国が廃絶をされまして、琉球王国は、中国と日本に、との関係を持ちながら独立国であったわけでありますけれども、琉球藩に、させられてしまいまして、1879年にはこれは軍隊の圧力下で沖縄県政を引かされたわけです。沖縄県という名前に変えさせられたわけで、これを沖縄では琉球諸軍と言っているわけですが、1888年に日本は市政町村制を引き、そして1889年には大日本国帝国憲法を引きまして、その翌年府県制軍制を引きました。これを明治地方自治制と言っているんですが、この明治地方自治制というのはアジアにおける最初の近代的自治制であります。まあ、性格としては有力者の自治ではあったけれども、議会を認めですね、市町村に議会を認め、直接選挙もやがて施行していくという形で大正的暮らしを生み出す基礎というのはこういう地方自治を開いたということにあると私たちは思っているわけですが、ところがですね、この明治地方自治を沖縄県にはですねすぐに引かないんですね。30年間遅らせるわけです。これは沖縄の近代化、沖縄がデモクラシーというものに進んでいくために決定的なですね、僕はマイナスを生じさせた
と思っておりますが、理由はですね、沖縄の民意が低いという、これ政府の発表ですけども、そういうことであったわけです。まあしかし、そういう地方の制度がなければ行政ってできませんから、一応はその少しずつ行政制度を改革していくんでありますけれども、肝心の租税制度に言えば地租改正もしない。ですから非常に古臭いその構想の制度というものを残したままやりますから、もう人頭税ですごい可憐地域がある、沖縄が貧乏のどん底の地域、税制の始まりがここに回るわけでありまして、その後もですね、改正しながらも決してその本土のようにですね、市町村をその選挙で民選で選ぶということはしないんですね。全部感染感染感染でいくわけです。これはですから、いかに、この明治地方自治制を30年遅らせたということは、私は歴史的差別の琉球処分に次ぐですね、重大な歴史的差別で、沖縄の近代化を阻止した一つの大きな制度改革であったというふうに思っているわけです。で、軍事警察教育制度は本土と同じなんですけれども、地方政治、産業、医療、福祉というのは近代化を延滞させていったというふうに思います。で、戦前の構造的な差別が最も象徴的なのはですね、植民地以下のその行政の象徴としてですね、本土では大正の末期に全都道府県に高等教育機関ができます。で、ところがですね、沖縄には高等教育機関が置かなかったわけですね。唯一ですよ。で、驚くべきことだと思いますが、朝鮮台湾には帝国大学を置いたんですよ。で、しかもあらゆる高等教育機関を全部置いたわけです。例えば高等農林学校、後の農学部になるんですね。あるいは工業専門学校、後の工学部になるもの、それは全部植民地に置いておいてですね、沖縄には師範学校、これは当時は中等教育の制度で高等教育機関がありませんでした。置かなかったんですね。これはね、僕は歴史にとって徹底的な問題を、人材の教育についてですね、犯したと思います。つまり技術者、近代的な技術者を育て、近代的な科学者、近代的なですね、思想家を育てるための基礎教育というものをこの高等教育機関に置かなかったということによってですね、沖縄を差別したわけでございまして、これは僕はもう戦後に続く非常に大きなですね、問題点であったというふうに思っています。で、1933年に初めて沖縄県振興計画というのを政府は引くんですけれども、ほとんどこれですね、実行しないですね。もうその投資は全て台湾に行くわけです。その証拠はですね、あの当初の島、当初の県にですね、港は那覇港しかなかったんですよ。もうだから貿易をするにも交流をするにもですね、非常に不便なものを置いたわけですね。で、問題はまあそういうところで、上からの非常に強い中央集権でしかも差別をして締め上げてくるっていう戦前のその政治行政っていうのがあったわけですけれども、もちろん沖縄ではジャーナル・ノボルのようにですね、沖縄の土地に根ざしたですね、その文化やその政治の発展というのを考えて主張するグループもあったんですけれども、こういうふうにずっと占められてきますとですね、結局その日本に同化すると、日本の文化に同化する、大和の文化に同化するっていうのが、これなんか知識人の中でもですね、主流になって動くところもありまして、せっかくの沖縄のですね、持っている独自の文化と それから、生活習慣の発展というものが阻害をされてしまったわけですね。で、
まあ、次はもうご存知だから省略いたしますが、沖縄戦で未曾有の犠牲になったわけですが、これもですね、日本の本土をですね守ると、できるだけ時間を稼いで日本の本土の防衛体制を作るということのためにですね、沖縄を玉砕させたわけです。絶対に降伏は許さない。で、まあ年少者、老人、女性、民間人を巻き込んでですね、深刻な悲劇を生んだわけでありまして、これもですね、実は大本営の大失敗から来るんですね。台湾に上陸すると思っていまして、沖縄の機関部隊であって大駆使団を台湾に移住したんですから、完全にそれはアメリカに筒抜けて台湾に上陸しないで沖縄へ上陸したわけですね。そういう点で全てのそのこういう戦闘においても明確な客観的な対策を取らないできたんじゃないかというふうに思います。で、軍政下の沖縄の問題については、これはぜひたくさん分析したものが出ておりますので読んでいただきたいというふうに思っておりますけれども、1952年にサンフランシスコ講和条約ができまして、アメリカの信託統治下へ沖縄が入るわけですけれども、まあ、これは天皇の意向もあったということが言われているわけであります。で、その結果として米軍の支配下で、大変植民地化的な行政が行われたと言っていいと思うんですね。実は私たち研究者、特に地方行財政だとか地方自治をやっている研究者はなかなか入れませんでした。沖縄に入るためにはビザがいるんですけれども、なかなかビザが下りなくて、しかしもう、まあ後で述べます、矢田さんが、矢田さんという最初の高専生で、沖縄主席になったことですが、1968年に矢田政権が確立をしましたんで、友人の久保さんという財政学の先生に頼んで、柴田徳江さんと私のビザを下ろしてもらったわけです。米軍に掛け合いましてですね、どのぐらい難しかったかというとですね、その次に1971年にですね、沖縄の復興についてのシンポジウムを沖縄に開くことにして、一緒に鶴先生が行くことになってたんですが、鶴さん降りないんですよね。鶴さんは怒っちゃってて、宮本よりも俺の方が左翼なのかって言ってで、結局降りないんですよ。で、やっとそのもうどこを帰る暇がない時に、まあ降りて鶴さんと一緒に行ったんですが、鶴さんはカンカンに怒っててですね、米軍の民政府に行きまして、民政官に俺のビザを下ろさなかったのはなぜだと文句言いに行ったら、民政官はハーバード時代の教え子だったんですね。先生すいません、知りませんでしたって言ったって、なんかもしかしけしからんの話で、まあ比例活動委員会に鶴さん引っかかってたから、こう機械的にビザをなかなか下ろさなかったんじゃないかと思うんですね。で、ですから実情を本土の研究者が十分に知りませんでした。で、行ってみてですね、大衝撃を受けましたね。まず大体経済がですね、完全に基地経済で生産的なその産業を起こさないことを原則にして消費経済に押し付けてるわけですね。つまり基地経済とその製造業だとか生産的な経済というのは両立できないんですよ。ですから初めからその基地として植民地ではないんですよ、基地なんですね。基地として維持をしようと考えたら違いないわけですね。ですからもう道路は全部側溝もなければ、もちろん街路樹もない。一番驚いたのは
その交通安全施設が道路についてないんですよね。今53号線ですが、昔は軍用道路1号線って言ってたんですが、それは戦車と飛行機がその通用できるように作ってあるんですね。まあ、道路がそういうことでありまして、民生的なそのことがいかに遅れているかっていうのは、これが1972年の状況をその表したものなんですけれども、医療とか福祉関係がですね、教育いかに差別されているか、これは復帰直後の状況を比較したものです。これがお分かりになるというふうに思います。でしかもその復帰をする直前になってもですね、琉球政府の財政について言えば、琉球政府の財政について言うと、もうわずか米軍の援助というのは1億ドルで、最も安上がりの姿勢を引いていたと言ってもいいと思うんですね。まあ、そういう状況で私たち衝撃を受けまして、これはどうしても学会やいろんな人に知らせる必要があると思いました。世界に軍政化の自治体っていう論文を書いたんですが、これは当時の沖縄の実情をその行財政で示した最初の論文だったと思いますが、まあ、完全に行政的に言えば本土の同じ県に比べて 60% ぐらいのその社会資本あるいは福祉の状況だったと言っていいんじゃないかと思うんですね。1952年に対日講和条約と日米安保条約を発行しまして、この安保条約で基地の供与、これは安保条約の第3条で行政協定による基地の米軍の管理権が認められたわけであります。でこの時期に本土もですね、当然ですがこの行政協定によって米軍の基地がその法制的に認められることになったわけですけれども、当時は本土の方が基地が集結してたんですよね。基地のその沖縄の基地の約8倍、大阪府並みのですね面積が本土の基地としてこの行政協定で認められたわけです。ですからですね、当時のその本土の人たちはですね、日本が全部基地になるんじゃないかというぐらいの恐怖心を持って激しいですね基地反対闘争をしたわけですね。1952年に始まったのが有名な内灘の支社長反対闘争でありまして、これは漁民のおかみさんたちがですね、命がけで砲弾が着地する場所に座り込みまして反対運動する、で初めての反対運動で全国からその反対のための学生や労働者が集まるという、そういう激しいことになりまして、石川県も反対すると、まあ、結局はこれもですねお金で負けちゃうんですけれども、お金で負けて、その重要な河北型という湖を埋めてそこを農地にするという約束で、その内田闘争も負けちゃうんですけれども、しかし当時砂川にや他のところでもですね基地反対闘争がどんどん起こると、これは沖縄にも非常に大きな影響を与えたわけです。今度で激しい反対闘争が起こっているということで、沖縄の人たちも勇気をつけられるわけでありまして、今日とちょっと反対のことになっていたんですね。で、まあ、沖縄ではまあ、銃剣とブルドーザーで人権が認められませんで、財産権が侵害されて基地の拡張が行われて、
53年に私収容令できるわけですね。で、まあ、本土の基地反対闘争とこうしまして、島ぐるみ闘争というのが56年にプライス韓国反対で起こります。プライス韓国っていうのはこれ読まれるとびっくりしますが、沖縄を永久の核基地にしたいということなんですね。そして沖縄は最後のアジアにおける米軍の基地として保障するというようなものが書いてあったわけでありますので、このプライス韓国反対闘争というのは激しく起こるわけです。で、まあ、有名な那覇市長のレジスタンスもあり、63年にはあのキャラウェイこと弁務団が沖縄では実は神話でしかないと発言しますので、これを契機にしまして民衆の不満が爆発しまして、68年にあの琉球政府の最初の公選制が実現いたしまして、まあ、当時の復帰運動の主体は教員の教員組合の運動が主体だったんですが、その指導者でありました井原長明さんが当選をいたします。で、時間が、まあ、僕の持ち時間が来ちゃったみたいなんですが、ちょっとだけ少し復帰のところでの非常に大きな差別の問題についてお話ししたいと思います。で、1972年に沖縄が返還されるんでありますが、この沖縄返還運動っていうのを行った沖縄の人たちのその目的っていうか、あるいは考え方というのは日本国憲法のもとに入りたいということでありました。三権が完全に米軍の司令官に掌握されてですね、それで基本的な人権や民主主義がない沖縄の状態、平和ではない、常に戦争のですね最前線基地にされている沖縄を日本国憲法の下で平和民主主義基本的な人権地方自治というものを回復したいというのが沖縄の心だったというふうに思うんですけれども、これは完全に無視をされたと言っていいと思います。でこの本土政府のですね復帰政策の柱っていうのは米軍基地の沖縄への集中再編だったんですね。海兵隊は本土にいたんですけども、それを沖縄に持ってくると。でさっき言いましたように、実は基地の大部分が本土にあったんですが、それは逆になりまして、この復帰によって基地の 70%、 今 70% ですね、71期は 74% が米軍基地、あの沖縄の基地になると。それから復帰するときに当然ですが、その日本本土との政府と結んだ地位協定というものを沖縄でそのまま実行するかどうかということについてですね、本来は沖縄に問うべきであるわけですよね。復帰にあたって沖縄の地位というのはどうなるか、そういう意味ではその地位協定をそのまま実行するかどうかというのは非常に重要な問題で、当然日本政府は沖縄の状態について交渉すべきだったと思うんですけれども、そのまま地位協定をですねその沖縄に押し付けるという形になったわけですね。それからこれはもう私は大変大きな反対をしたんですけれども、下神戸敦さんという日本の地域開発を主導した人のが沖縄の振興計画を立てまして、沖縄を重化学工業化する、都市化、大都市化するというのが基本線でありまして、したがってその石油コンビナートを作るというのが中心であります。そしてできるだけその公共事業を道路を中心にした、まあ、自動車中心のですね道路を中心にした公共事業を遂行するという復興政策を立てたわけですね。まあ、これは私はもう公害が起こりますし、そしてまた
基本的には基地の開放ということを求めている沖縄の声に反するということで、屋良さんとも相談していろいろその当時沖縄県が独自の復興のため の, その計画を作るということになっておりましたので、その協議をいろいろしたり、あるいは論文を発表したりいろいろいたしまして、1971年11月に県議所を作ったわけですね。これはその基地反対であり、かつ本土政府のようなですね、自由化学工業化を進めるような政策でない、沖縄の正確に、つまり環境や文化に沿った福祉型の開発をするという、そういう内容からなる、大変私どもから見ると沖縄の頃に沿った建議書だったと思うんですが、日本政府はこれ受け付けなかったんですよ。で、全ての法律が通ってからですね、受け取ったけど全然それはもうほぼ同然のことにしてしまったんですね。ご承知のように沖縄国会は強行採決をやって決めちゃったんですね。沖縄県のそういう傾向と本土政府の傾向とは違っているわけですから、当然これは住民投票してどっちが正しいかということを問うてもいいわけですし、国会ではもっと議論してですね、その沖縄県で県議所が出てるということを知ってるはずですからですね、そういう問題をやるべきであったのにかかわらず集中審議をやって通してしまって、強行採決で通してですね、沖縄県議は終わってから政府は受け取りましたが、全くそれは無効の形にされたと思います。さて、それで、これでやめますが、今述べましたように、日本政府はですね、最初からずっとその復帰という最も重大なですね、戦後体制のところでも差別をしたわけであります。沖縄の心というものを全く入れないでやってしまったわけでありまして、こういうものがですね、沖縄の人たちの心の中にずっとその続いているわけで、こういう歴史的な差別を許さない、もう沖縄の人たちとしては今度の辺野古問題が限度に来ていると思うんですね。ここまで来てまだ新しい基地を作らせるのかという、これは分かってほしいですね。先ほども言ったように琉球処分から始まって、実に沖縄の復帰に至るまで、そしてさらに沖縄の復帰後のですね、その太田さんのところに時に起こったような、ああいう大きなまたその基地反対運動、そういうものの全体のもうその蓄積の上にですね、辺野古の基地を許さないっていう、そういう小長さんの声が出てくるわけなので、私もぜひですね、沖縄県はこんな風にですね、歴史的に差別をしてきてよかったのか、これが本当に日本の近代国家だったのかっていうことを反省してですね、これからこのままいくとですね、日本は完全に分断国家になります。沖縄属領みたいなものですよね、これだけ意見を入れられないと。まあ、そのことを今日はぜひ皆さんにお伝えして、あとは本当に美しい沖縄の環境をどうするのかとか今思っております。法制上の問題について、それから沖縄の実態についてお話を皆さんから他の論者からお聞きいただいて、改めて辺野古の基地を作らせないという意思を固めていただければというふうに思います。どうも。時間になってしまいまして大変申し訳ありませんでした。宮本先生からでないとお伺いできないご講演だったかというふうに思いました。では引き続きまして、桜井先生の方に次のご講演を、お願いしたいと思います。こんにちは、沖縄環境ネットワーク世話人の桜井邦俊です。私は日本にとって沖縄とは何か、今宮本先生のお話いただいたことと重なるんですけれども、そういうタイトルでお話しさせていただこうと思います。私の話の概要ですけれども、まず冒頭、日本にとって沖縄とは何かということをですね、
沖縄は日本に富んでるということから始めたいと思います。その後ですね、最近の、辺野古新基地問題の展開についてお話し、そして8月31日にですね、沖縄県は翁長知事の意思を継いでですね、埋め立て承認を撤回したわけですけれども、その撤回には理があるということをですね、皆さんに説明したいと思います。そしてその中でも、辺野古裏はですね、後ほど大久保先生の方からお話があると思いますけれども、世界自然遺産登録に値する素晴らしい海なんですね。5000種を超える生き物がいて、その中で262種が絶滅危惧種である。そのようなですね、海、の中でですね、象徴になっているのはジュゴンなんですね。これが今アメリカで15年間裁判が続いておりますけど、このジュゴン裁判についてですね、ちょっとお話しさせていただき、それからサンゴの草、これは大久保先生がおられますので、さっと過ぎてですね、最後のところでですね、それでは我々沖縄で暮らしているものはですね、環境問題にどう立ち向かおうとしているのかということをですね、5本の柱についてですね、お話しさせていただこうと思います。そして最後に、今大変厳しい局面になりますけれども、後でパネルディスカッションもあると思いますが、当面どうすべきなのかということが問われてますので、そのことについて若干問題提起をさせていただくと思います。まず最初にですね、日本にとって沖縄とは何か、今日ここに岩波の岡本社長おられますけれども、岩波新書のですね、荒崎森照先生は沖縄大学の学長を長らく務められましたが、荒崎森照先生が2年前に岩波新書で出した本がですね、日本にとって沖縄とは何かという本なんですね。日本は戦後平和憲法のもとですね、平和主義、象徴天皇制を掲げてですね、新たな道を歩み出したわけですけれども、マッカーサーはですね、日本を支配するためには天皇の利用が必要だ、しかし連合国はですね、天皇の戦争責任を問うべきだと言っていたわけですね。ですので、象徴天皇制にして、それに対する抑えとして平和国家にするんだ、これで納得してくれって感じで連合国を並べてですね、しかし片方で軍事的な側面が必要ですので、軍事的な面はですね、沖縄の米軍支配によって抑える。そして戦後のですね、冷戦下の、アメリカの戦略を展開すると、そういうことで戦後日本というのはこの3つ、つまり沖縄の米軍支配も含むですね、三位一体の占領政策であった。これが荒崎先生の、戦後というものはこうだったと言っているんですね。そして1972年に本土復帰しましたけれども、本土は平和国家日本のままであったように見えるかもしれないけれども、実は軍事要塞は沖縄と表裏一体だったんだと、ということで、これを荒崎さんはですね、構造的な沖縄差別というふうに言ったんですね。先ほど宮本先生も構造的な差別ということをお話しされましたが、構造的沖縄差別という言葉はですね、荒崎先生が言い始めて、今では沖縄の多くの人がですね、本土と日本の関係はまさにこれだというふうに理解しているキーワードになっております。ということから、日本にとって沖縄とは何かというこの本があるんですが、果たして日本はこの問いに答えるんだろうかというのが今問われているのではないだろうかというのがですね、今の沖縄に暮らしている我々の考えでございます。さて、9月30日のですね、沖縄県知事選で玉城デニー知事がですね、過去最多の39万票で選ばれました。彼の取り組んでいる柱はですね、自立共生多様性です。多様性、これがですね、玉城一知事の新たなキーワードなんですね。玉城一知事自身ですね、いわゆるハーフですよね。父親は海兵隊、母親は沖縄の女性、そして彼が多様性というキーワードを打ち出したことによってですね、今カミングアウトしている人たちが沖縄にいっぱいいるんですよね。それは沖縄は戦後アメリカ支配がありましたので、いわゆるハーフの人たちがいっぱいいるわけです。そういうことも、一人一人が自分らしく多様な個性が輝く社会をこれから作るんだ、日本は世界に関してもですね、多様性を認めない社会じゃないのかと私は思うんですけれども、それを変えていくきっかけが沖縄から生まれてたということもぜひ見ていただきたいと思うんです。で、沖縄では繰り返しこの表明してますけれども、その声を無視して強行される辺野古新基地建設、これは沖縄の環境、私は環境が専門ですので環境に関心がありますけれども、環境のみならず平和地人権を無視するもの、しかしそれを黙って見てる沖縄だけがそれで苦しむんだろうか、我々はそうではないと思ってるんですね。それは日本社会全体を蝕むものになるだろう。
問われているのは日本政府であり日本社会というふうに考えます。さてそれではですね、エノク新基地問題の最近の展開、この半年まさに激動です。その激動をさっと振り返ってみたいと思いますが、まず大変重要なのはですね、今年の6月12日に沖縄防衛局は8月17日に土砂を投入すると言ったんですね。土砂を投入されますともう元には戻りません。今護岸が作られてますが、あの石は覗こうと思えば覗ける。もちろん環境はかなり痛めつけられてますけど、ある程度は元に戻すことができます。しかし土砂が入れられてしまえばもう元には戻りません。で、なぜ国が土砂を入れようとしているかというと、県民の諦めをどんなに我々が反対しても国は断固やる、これも諦めるしかないという形でですね、我々が屈服する、日本政府に屈服する、それを狙っているわけですよね。で、それもありましてですね、県民は承認撤回を知事に求めて県民広場で集中行動しました。1週間の座り込み学習会というのがありまして、私も連日、ここに座り込んで私も講師を務めたりしたんですが、 そういうような県民の声を背にですね、7月27日に行われた梅田の承認撤回の意向を表明しました。しかし撤回というのはですね、埋め立てをしようとする事業者、国にとっては不利益処分ですから、聴聞が必要です。ですので県は聴聞を8月9日に行うと防衛局に通知したわけですね。我々にとっては8月17日の土砂投入が目前に迫っておりました。こういう中でどのような事態が展開したか、新聞の見出しで確認できるものともいいです。先ほど申し上げましたように7月27日モナー知事は埋め立て承認撤回の意向を表明した。このもう痩せ衰えてね、小長さん最後の記者会見ですね。ところが8月8日に小長知事が膵臓がんで急逝してしまいます。8月11日宇宙の中7万人の県民大会が開かれました。みんなプラカードを掲げてですね、県民は諦めないというプラカードを掲げて、私もこの中に多分映ってるんだろうと思いますけれども、そして8月31日知事の亡くなった小長知事の意を受けた形で、矢花副知事が埋め立て承認を撤回します。8月17日土砂は入りませんでした。なぜ土砂は入れなかったかというとですね、小長知事に急に亡くなられてしまったので、その後の県知事選が9月30日に起きます。9月30日の県知事選で国が推す候補が勝てばですね、あとはやりたい放題なわけですよ。で、一切ノーは出てきません。なのでまずは国が推す候補を勝たせることだっていう話です。選挙戦に集中したわけですよね。そんなところで土砂降りてしまったら反発を食うのは、反発を買うのは分かりきってますので、先へ伸ばしたわけです。で、しかしこの今、8月9月30日の県知事選では玉城知事さんがですね、8万票用の大差で選ばれていくということになれば、ということでですね、切り返してきた。それが10月17日行政不服審査法に基づいて国が辺野古の、撤回を県知事が県がしたわけですが、それの停止の請求をし、そしてそれ停止の裁決が出るまでの執行停止ですねを求めてきたわけです。今日これから白石先生がお話しくださると思いますけれども、これはまさにですね、行政不服審査法というですね、行政不服審査法という、国民が行政のやり方に納得できないという形で国民が行政を訴える、そういう法律じゃないですか。それを国があたかも私人であるかのようになりすまして訴えるという形でですね、行政不服、この審査法を使うこと自体が納得いかない、というこういうことになったんですね。10月26日には、行政法学者、白木先生を含める行政法学者110人の方が再度の行政府副審査制度の内容を売れる、まさに自作自演である、こういう形で訴えたんですね。これを認めてるってこと、国がこんなに無茶苦茶な法律を無視している法治主義なんてもう放り投げてるわけですね。それはもう沖縄だけの問題ではないはずなんですよね。しかしですね、沖縄から見てますと全然本土メディアはですね、このことを大きく取り上げません。本土メディアはまさにですね、この民主主義の民主主義を守護する民主主義の番犬ではなくてですね、まさに権力のですね、飼い犬になっている、政府の飼い犬になっているというのが実態じゃないでしょうか。朝日新聞、一時、数百万、多分数年前まで、十数年前まで600万部あったものが
今400万部ですよね。ネットに押されてメディアはどこも宿泊です。ですから国に忖度する、そういうメディアになってしまっているということをつくづく感じるんですが、はい、ということで、10月30日国交大臣は撤回、つまり沖縄県が行った埋め立て承認の撤回を執行停止しました。執行停止をするともう一度埋め立て承認がされた状態に戻りますので、10月1日に辺野古の工事を再開したわけです。そしてこのタイムスの11月2日の新聞で見ると、11月の月のうちに戻した投入かと、こういう事態になったわけですね。ところがそこに神風が吹いたんですね。台風24号なんです。台風24号というのは9月に来たんですね。この台風でですね、本部の港、本部の港の6つある埠頭のうち3つが壊れてしまったんですよ。3つが壊れて、そしてこの本部の港を使いたいというですね、申請がもう今45件出てるんです。45件もう許可済みなんですよ。その後に沖縄防衛局が港を使いたいと言っても、もう3つも壊れて修復するのに数ヶ月、3ヶ月かかりますので、前使えないと、本部町港使用を認めず、台風24号神風によってですね、今土砂投入がなされていない、こういう状況なんですね。ところが国は諦めていません。これは11月29日の新聞ですけれども、来月中旬、つまり12月中旬にも土砂投入というのが出ました。で、1ヶ月間の対話、なぜ1ヶ月間かというとですね、まあ国が介入したわけですよね。国が介入したわけです。しかしそれは納得できないという形ですね、国地方係争処理委員会という、そこに訴えるのに一月がないんですよ。一月以内に訴えないと認めたことになってしまうわけです。ですので県とすればですね、一月しか猶予期間がない。その間対話という形でですね、国との協議をしたんですが、対話はカッコつきです。演出ですよね、国民の前にやはり県と協議をしてるんだというポーズを安倍さんは取ったということなんですね。しかし平行線でしたので、そしてこれではならないという形で、まあ、国は辺野古を前のめりの状態です。片方ここの見直しを見てください。玉木さんはですね、こういう訴えをしました。当初、辺野古新基地を作るのは、ね、2500億円でできると言われていた。それが今や工事費がどんどん膨らんでですね、 2.5 兆、2兆5500億円はかかる、10倍かかる。しかもですね、出来上がるのにどんなやるのも13年かかる、使うのにですね、13年かかると言ったら普天間の、あれですよね、危険性事故なんか全然先の先じゃないか、おかしい、これではならんという形でですね、そういう訴えをしたんですね。こちらの方がよほど説得力があると思うんです。そして同じ新聞のこの記事を見てください。沖縄防衛局はですね、辺野古オブラワンの海を埋める、辺野古オブラワンは世界自然遺産登録に対する素晴らしい自然があります、でもその自然を守りながらやりますよという約束のはずだったんです。で、その自然の象徴がジゴンだったんですね。で、沖縄防衛局が調べた環境アセスではですね、3頭のジゴンがいるということが分かってました。 A、B、C と言われています。 C はですね、後ほど説明しますが、もう3年間見つからないんですよ。それどころか A もどうも見つからない、最近見つからない、この新聞を読むと B も見つからない、 A も C は決定的に見つかってないんですが、 A も B もどうやらこのしばらく見つかってないという記事も出てるんですよね。自然を守りながらやるはずだったことがですね、こんなことはもうどうでもよくなっているというのが現状です。そして、これは昨日の新聞ですけど、県は係争委へ審査申し出をして、これが、昨日11月30日に受理されました。こちらの流れが書いてありますけど、ここですね、昨日、この申し出、国地方係争処理委員会、総務省の委員会ですけれども、そこにこの審査申し出をして、これが昨日、総務省に届いて、そうなってくると係争委が県の主張を認めた場合、これは工事が止まります。県の主張を認めなかった場合には工事が継続で法廷闘争に行くと、こういう流れが考えられているんですね。この、結論ですね、この結論、この結論は3ヶ月以内に出すことになっています。で、11月30日に受理されましたので、そこからカウントして3ヶ月ということですと、2月28日までに結論が出る。しかし2月28日、土砂が入っちゃうんじゃないでしょうか。
これどうしたらよいのかということが今問われます。さて、埋立承認撤回に意義があるということをですね、次に見ていただきたいと思います。埋立てというのはですね、法律、縛っている法律は公有水面埋立て法と呼ばれる法律なんですね。その法律の第32条1項にこう書いてあるんですけど、その2号、埋立てに関する法令による免許その他の事項。免許というのは、まあ、民間の事業者がやる場合は県知事が免許を与える、国の場合は許可を、承認を与えるんですね。その条件がついている場合、条件に違反したときはその免許なり承認を取り消すことができるとこう書いてあるんです。で、承認の留意事項は条件、承認の留意事項、このちょっと若干説明が必要です。現在の埋め立て承認は誰がやったか、中山さんなんですね。元知事の中山さんです。2013年の12月27日に承認したんですね。彼はですね、選挙の公約結構反対だったんですよ。ところがその公約を裏切ってですね、公約をひっくり返して、まあよほど国から大盤振る舞いされたんでしょうね。良い正月が迎えられるという有名なセリフが入ってます。県民は怒りまくりましたけど、良い正月が迎えられるというセリフを入ってですね、認めた。それが2013年12月27日なんです。しかしその埋め立ての際、承認の際には条件が5項目ついていました。どういうものか、留意事項5項目です。そのうちの3項目に明らかに沖縄防衛局は違反しています。1項目、工事の施工について、実施設計について事前に県と協議を行うこと、事前に協議全くしないでどんどん工事しているんですね。第1項違反です。第2項は工事中の環境保全対策について、いろいろ書いてあります。それにも違反しています。そして第4項、添付図書を変更する、これも知事の承認が必要です。これらの約束を破っているんですね。で、先ほども申し上げましたように、8月31日ですね、ジャーマン副知事は小長知事の意思を、まあ、受けた形でですね、埋め立て承認を撤回しました。その撤回に利があるということですね、時間に制約がありますので5つだけ皆さんに、ね、理由を説明したいと思います。1番目、京急護岸の構造変更した。京急護岸って何か、ここなんですね。これが辺野古崎で、こちらが大浦湾で、こちらは辺野古ですけれども、ここの護岸を京急護岸、京って何かというと傾斜護岸なんですね、の京です。この京急護岸を協議なしに構造変更した、これは明らかに留意事項違反です。2番目、新基地の埋め立て順序を変更した。実はですね、埋め立てはこの1の1から始めて、この1の2、2の1、2、3という順序で埋めるはずだったんです。しかしですね、こちらが大浦湾側工事が大変だという形で、一番簡単な2の1から始めよう、2の1から始めて、もう土砂が入ってもう元へ戻れないという形で、県民の諦めを誘うにはですね、こちら工事が難しいの、こちらでやってですね、県民の諦めを誘う、これはまあ順序の変更なわけですから、当然ね、知事の承認が必要なんですよ。これも取らないでやっている。3番目、辺野古直下に活断層存在だったんです。これは V 字型の滑走路を作ろうとしているんですが、 V 字型の滑走路のまさに真下に辺野古断層がある。こちらにも一つ断層があるんですが、この断層こんな形で切れ込んでます。これは今沖縄防衛局と県がですね、論争してます。活断層なのかどうなのか、活断層である疑いが大きいんですけれども、こんな活断層があるところに作るんですかってことがあります。その次、4番目、計測護岸下の超軟弱地盤 N-0 とあるんですが、ここにですね、先ほどの V 字滑走路を作るんですが、一番先のところ、この護岸深いところですが、計測も大きいです。計測とは鉄の箱です。鉄の箱を入れてその中に土砂を入れるわけですね、というのをやろうとしてるんですが、その地点のところ、B の28、特に B の28ですけど、これはですね、海面から30メートルの深さがあります。その30メートルの下から40メートルですよ。ズブズブの泥なんですよ。これ赤ポツがありますよね。赤ポツは N-0 の地帯。地盤の強度を調べるためにですね、調査する。その重りがですね、置くとズブズブズブって入ってしまう。これが N-0 という状況なんですよね。N-0 のもう本当にズブズブ。まあ、我々はマヨネーズ状と表現してますけど、マヨネーズ状の土がですね、40メートルも積もってるんですよ。ここにですね、基地を作ろうとしたら、これをどけなければなりませんよね。地盤改良が必要です。
地盤改良は時間かかる、お金かかるだけではなくて、当然その泥をかき出すわけですから、辺野古裏はとんでもない状況になってですね、この中で暮らしている生き物たち多くが消えてしまうのは間違いない。つまり環境保全はできっこないという状況なんですね。そして最後、新基地周辺の高さ制限を超過するという問題があります。はい、見てください。ここに書いてありますけれども、アメリカはですね、滑走路、空港があればですね、滑走路から2286メートルの範囲内は建造物の高さ制限の55メートル、これはあの滑走路の高さそのものも含んでますけれども、この高さ制限を超えるところがですね、これ沖縄電力の鉄塔が13本あります。ここに沖縄高専の建物があります。久米中学校、久米小学校もあります。また辺野古弾薬庫のかなりの部分もこの高さを超えます。弾薬があるところですよね。それが超えている。そして毎日このキャンプシュワブのゲート前で座り込んでいるおばあですね、島袋のおばあの家も実はこの高さ制限が超えてるんですよという状況なんですよ。はい、というようなことを見ていただければですね、撤回には理があるというと皆さん納得いただけるんじゃないでしょうか。しかし国交大臣はそれを執行停止したわけですね。で、工事が今再開されているという状況なんです。次、自分栽培の場合には素晴らしいこの生き物が暮らしていて世界自然遺産登録に値するんですけど、そのシンボルにもなっているのがジュゴンです。はい、でジュゴンに関しては15年間ですね、アメリカで国家歴史保存法によってですね争っています。で、国家歴史保存法は、まあ、アメリカ国内もそうなんですが、海外のいかなる文化財も合衆国は犯してはならない、犯した場合は何人も訴えることができると言ってるわけですね。それで争ってるわけなんですが、国家歴史保存法、アメリカ国内の場合には160を使います。国外の場合420なんですね。で、こう言ってるんです。連邦政府の行為、残高的に、まあ、及ぼす影響、ゼベクトについてアメリカ政府は考慮しなければならない。テイクイントアカウントという表現なんですね。で、テイクイントアカウントのやり方なんですが、アメリカ国内の場合には実はその考慮の手続きが詳細に決められてるんです。しかしアメリカ国外の402条の場合はですね、全然決められてないんですよ。そもそも402条を使って国外に適用するのは今回が初めてなんです。動物に適用するのも今回が初めてなんですね。で、ルールが決まってないということで、考慮の手順についてはアメリカ国防総省に広範な裁量権があると国防総省は主張して、これを裁判所認めたんです。これが頭の痛いところなんですけれどもね。さてどうなったか。2014年4月に国防総省は調査結果を発表しました。なぜここで出したかというと、その前の年、先ほど言いましたように中山さんがですね、2013年の12月27日埋め立てを承認したからなんですね。さあ前に行って走れるという形で、アメリカ国防総省はその翌年の2014年4月にちゃんと考慮しました。NFPA 402条の巡視手続きを完了したと言ったんです。その報告書を出しました。しかしですね、その報告書は我々納得できないんですね。なぜか、考慮したという手続きは適正には行われなかったと我々考えているんです。一例を挙げますと、小長知事は今年4月マティス国防長官宛に文書を出しました。自分は当事者だ、沖縄県知事として沖縄の海を守る責務を持っている、守る権限と責任を持っている、その自分に全く相談ないじゃないか、そう自分と相談しろ、こういう手紙を2018年今年の4月に出したんですね。そしてあと一つ、判決の後ではありますけれども、8月31日に梅田の承認を撤回しています。もっともっと重要なのがですね、2014年4月に出しているということは、それまでの自分のことは書いてあるけれども、それ以後の自分のことは書いてないんですよ。実はそれ以後ジュゴンに異変が起きているんです。そのことを無視してもらっては困るよってことなんですね。さてジュゴンは一応ですね、沖縄防衛局のアセス調査では3頭いるということになっていたんですね。火曜にいる A おじさん、オスです。こちらに氷に暮らしている B 子お母さん、これメスです、母親です。で、 C ちゃんはオスかメスか分かりませんが、 B 子お母さんの、まあ、子供なわけですよね。子供の頃はお母さんと一緒にいたんですが、最近 C ちゃんはですね、親離れした感じでですね、火曜のおじさんのところ遊びに来たり、辺野古裏湾に入ったりしていたわけです。そのしーちゃんにはどうなってるのということなんですね。
さてこれは沖縄県の、沖縄防衛局が出して行った環境アセスの結果です。答え A、答え B、答え C ですね。答え A は海洋のおじさんですけど、この海洋ですね、海洋沖に大体暮らしている。ここで海草をはんでいるわけです。ちーちゃんは海洋のおじさんとか遊びに来たりして、このオーラにも入ってきているという状況まで沖縄防衛局は把握してですね、何と言っていたか、こう言っていたんです。答え C は平成20年度より海洋沖やオーラ湾で確認されるようになりましたが、行動範囲はオーラ湾東側海域までの範囲にあり、施設等の存在による海面消失に伴いジゴンの生息域が減少することはほとんどないと考えられます。つまりですね、こちら側にいる、こちら側に来てない、だからここに作っても影響ないと考えられる。これがアセスの結論だったんですね。これをもとにですね、アメリカの国防総省はジゴンに影響はないと考えられると、2014年の4月の報告書を書いたんです。2014年の4月。しかしですね、その後2014年の7月にですね、日本自然保護協会は大変重要なプレスリリースを行いました。この中身です。何と言っているか、ジゴン、シーちゃんなんですけどね、シーちゃんが実はキャンプシュラーブのオーラ湾側、ミシャ川河口、まさにドンピシャ基地を作る場所の上なんです。その上でハミ跡を30本残した、6月には50本残した、7月5日には約30本、合計110本のハミ跡を残した場所はここです。これは基地を作ろうとしているところですね、ミシャ川河口。そこにシーちゃんがハミ跡を残した。彼が噛むとか分かりませんけどね、親離れして自分のテリトリーをやっぱりね、確立しようとしていたんだと思われるんですね。これが7月なんですよ。さてしかしどうなったか、皆さんこれを注目してください。環境監視等委員会っていうのがあります。環境監視等委員会というのは留意事項の2番目、環境に関しての配慮をしなければならないということで、沖縄県が沖縄防衛局にですね、環境を監視するためにですね、環境監視等委員会、専門家の委員会を作りなさい、専門家の意見を聞いてやりなさいということをですね、言っていたんですね。その環境監視等委員会も今年の2月の委員会に沖縄防衛局が配布した資料、これなんか書いてありますけど、大きくするところなんですね。答え C については平成27年7月以降確認されていない状況です。実は航空機でですね、 A と B と C を追いかけてるんですよ。大変なお金をかけて、我々の決断ですよね、調べてます。その結果何が分かったか、ここですけれども、アップにしますと、2014年のところですけれども、氷島沖にこの個体 B、これお母さんですね、B 子お母さんです。個体 A、海洋沖にいる、これ海洋のおじさんです。で、C ちゃんは、こちらにもいたりもしますけど、最近よく、まあ、2014年の頃は海洋のおじさんの子が遊びに来ていたわけです。海洋にいただけではなくて、5月、6月、7月には海洋からさらに足を伸ばして、基地の作られるミシャ川河口にもいたんだよってことは先ほど皆さんに見ていただいた通りです。ところがですね、ここで8月14日にとんでもないことが起きるんですね。オーラ湾にフロートが設置されるわけです。これ写真で見てください。この写真はですね、北上田剛さん、チョイさんの沖縄日記に載ってる写真なんですけれども、オーラ湾に工事が始まって、こんなとんでもないものが置かれて騒がしくなってきたわけですよ。これでちいちゃんがどうなったかというと、9月1日までは火曜のおじさんのところにいたんだけれども、ごめんなさい、9月9日にはですね、郡島の方でお母さんの方に行って、それ以降こちら火曜には戻ってこない、目の小倉にも戻ってきてないんです。そして翌年どうなったか、2015年見てください。こちら火曜の方には来ませんよね。氷の方にずっとお母さんといます。でも最後に見られたのは6月24日。そして C は氷島に移動したまま2015年7月以降は行方不明、これが最後、もう後がないと。つまりそれ以降 C ちゃんは見つかっていません。どこに行ったんでしょうか。これは工事が追い出した可能性高いですよね。論証はできないけど、論証する責任は、ね、工事が影響してないということを論証する責任は防衛局にあるはずなんですよ。防衛局はそれに証明しております。はい、そしてさらにですね、先ほども言いましたように最近の調査では A も B も見つからないんですよ。ハミ跡はあるのでいるんじゃないかと言われてますが、 A も B も直接はこの2、3、2ヶ月ですね、見つかっておりませんという状況です。はい、サンゴについて、サンゴについてはですね、今日
小郷先生がこういうのを困ってますね、もちろんでご覧いただきたいと思いますけれども、産後の移植っていうのはうまくいかないんだよ、専門家は言ってるにもかかわらずですね、いろんな理由からいろんな理由というのはこれは読んでいただくと分かるんですけれども、環境保全図書、これは沖縄防衛局が出した環境をこう守りますという図書ではですね、工事の前に産後を移植すると言ってるんですよ。工事の前に産後を移植する、ところがですね、早く工事を進めてですね、県民の諦めを誘おうとしているものですから、移植しないで始めちゃったわけですね。なので県の方はそれは約束が違うんじゃないの、工事前にやるって言ってたんじゃないの、ところが県防衛省の方は地方でも可能と言ってます。しかし専門家はこんな形で産後は守れるはずはないというようなことを言ってるんですね。これは後ほどの大久保先生のお話に譲ってさらに前に行きます。で、私の沖縄に暮らしている我々がですね、基地環境問題にどう立ち向かおうとしているのか、これをお話しさせていただきます。ここで私が申し上げる基地環境問題は米軍だけでありません。なぜか今琉球諸島、あれ南西諸島の軍事要塞化がバンバン進んでるんですよね、ミサイル基地がどんどん作られています。そして石垣島ではですね、演習計画があるということが分かったんですね。そこで奪還、石垣島が奪われた、それを奪還する計画があって、そこに島民が住んでるなんてのは全く視野に入ってないですよ。そんなことになったらですね、島民はどうなるのか、73年前の沖縄戦のまさに再来ということになろうと思います。琉球、石垣に陸自が年度内着工、県アセス適用前、県は沖縄県のアセス条例を改正してですね、来年の4月1日からそれが適用されるんです。4月1日の前に逃げちゃう、駆け込んじゃおうというのですね、今やってるんですね。県アセス適用前、宮古ではどんどん陸地配備が進んでます。さて5本の柱があると申し上げましたけれども、1本目の柱は地位協定の改定です。先ほど宮本先生もおっしゃいました、地位協定が癌なんですね。しかし沖縄だけに問題が閉じ込められて今いなくてですね、オスプレイは今全国展開しようとしています。ですので全国の知事がやはり地位協定は問題だと考えるようになってきました。今年の7月27日全国知事会がですね、そう、提言をしたんですけれども、そのうちの4項目のうちの2項目こう言ってます。日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令など国内法を原則として米軍にも適用させること、今全く適用されていません。こんな事態で良いのかっていうこと、それから事件事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障、立ち入りができません、それで良いのかっていうことなんですね。しかしですね、皆さん今例えばロシアとの間で北方領土の返還をめぐって議論がありますけれども、ハボマンシコタン帰ってきますかね。ロシアは何と言ってますか。日米地位協定があるでしょ、日米地位協定があるので、ハボマンシコタンがもし日本の領土になったら、日米地位協定に基づいてですね、日米地位協定には施設区域の提供という項目がありますけれども、これに対する日本政府の見解、琉球新報がすっぱ抜いてですね、外務省の機密文書を我々見ることができます。ここに私も持ってますけれども、日米地位協定の考え方、日本政府は何と考えているか、米側は我が国の施政下にある利用機内であればどこにでも施設区域の提供を求める権利が認められる、我が国が米側の提供要求に合意しないことは安保条約において予想されていない、ロシアの言う通りなんですよね。ハボマンシコタン日本の領土になったらですね、アメリカが基地を置きたいというのに日本政府は抵抗できない、それではロシアが困る、まあなんてこと言ってるんですけどね、そもそもね、元をたどれば北方領土って何でしょうか。それは1956年ですか、日ソ交渉の時にですね、その前の1952年のサンフランシスコ条約の話が山本先生されましたが、サンフランシスコ講和条約ではですね、南千島はソ連領になったわけですよ。南千島で南千島にクラシエトロフは含まれるというのがね、1952年の日本政府の考え方でした。なので返してくれと言えるのは歯舞色丹だけなので、歯舞色丹を返してね、そうしたら平和条約を結ぼうと1956年はしていたわけですよ。でもそれをダメだと言ったのはアメリカですよね。アメリカのダレス国務長官がですね、二島ではダメだ、四島を返すんだよね、もし二島で満足したら我々は沖縄を返さないよと言って恫喝したわけですよ。つまりアメリカの真意はですね、ロシアとソ連と揉め続けること、また尖閣もですね、尖閣も1972年の沖縄の本土復帰で
尖閣も本土復帰しました。でもアメリカが認めたのは施政権なんですよね。尖閣の施政権は日本にある。でも主権は全然ノーコメントなんですよ。尖閣の主権が日本にある、なんとアメリカに一言も言ってない。つまり主権に関しては曖昧にして中国と揉めるようにしている。まあ竹島も同じですよね。つまり戦後の日本にですね、国境紛争の種をばらまいて米軍基地を置かざるを得ないような状況にしたというのが多くの、まあ、人の見方なんですね。そのことが問われている。2番目、環境 NGO が防治活動を展開するというのが極めて重要だと思います。今沖縄で重要な環境問題は PFOS というのがあります。これは日本に基準はありませんが、アメリカに基準があります。有機フッ素化合物で我々沖縄県民の飲み水を汚染しています。汚染する原因は嘉手納基地であり普天間基地なんです。でも我々は立ち入り調査ができないんですよ。でどうしてるかというとですね、水道に責任があるのは沖縄県の企業局です。沖縄県の企業局は米軍に対して例えば PFOS の使用を直ちに中止してほしいと申し入れをしているんです。その日本語で書いた要請は沖縄防衛局が英語に直すんですから、ね、でたらめな英語なんですよね。むちゃくちゃです。で例えばこの要請は、ね、要請を愛称化して直ちに中止ではなく PFOS 使用可能な限りの抑制だとか PFOS を含まない製品への早期転換。沖縄防衛局って一体誰の立場に立っているか、米軍の御用機でしかないですよね。でこのことをですね、明らかにしたのは環境 NGO のザ・インフォームパブリックプロジェクトです。で沖縄国際大学の前田さんがこう言ってます。環境 NGO が指摘することによってこのことを始めさせる。日本政府の対米従属の姿勢が明確だ。県の要求を沖縄防衛局は正確にアメリカ側に伝えていない。県もその要求が伝わっているか自ら確認する必要がある。こういったことがあります。もちろん我々環境 NGO はですね、県を励ます。県が頑張っていたらよくやってるっていい。また連携していく必要があると思いますね。次、アセスを3番目の柱です。アセスを国際標準にまで高める必要があると思っています。皆さんオーフス条約ご存知と思いますけど、オーフス条約、これはですね、1992年ブラジルのリオで開かれた地球サミットのリオ宣言第10原則に基づいているんですね。環境問題はそれぞれのレベルで全ての市民が参加することにより最も適切に対応できる。その3つの柱があって、1番目、市民が環境情報を適切に入手できるようにする。2番目、市民が環境に関する意思決定に参加できるようにする。3番目、それに納得いかない場合には司法救済を受けられるようにする。司法アクセス、この3本の柱があるんですよ。これが日本では全くこの水準にないということを明らかにしたのは辺野古アセスで、我々訴えたのが負けたということですね。最高裁で負けました。日本にはですね、アセス法という法律があります。アセス法第8条何と言ってるかというと、方法者のことを言ってるんですね。方法者というのはアセスの設計図です。このアセスの設計図に対してアセス法第8条1項に基づいて、我々市民はそれを見ることができる。見るだけじゃなくて意見を言うことができると書いてあるんです。意見を言うことができる。でこの設計図に基づいて、調査予測評価をした作業の結果がまとめられた下書きが準備書と言います。準備書は我々市民はアセス法第18条第1項に基づいて見ることができるし意見を言うことができるんですよ。見ることができるし意見を、そして我々が言った意見も生かした上でですね、その事業者は最後の結論評価書を作ります。その評価書は我々は見ることができますが意見は言えません。意見が言えるのは最初の2つだ。これがアセス法で書いてあるんですね。で我々がこれに基づいてこの2つの条項はですね、住民の意見陳述権だと考えているんですよ。でこの意見陳述権が侵されているという形で裁判所を訴えているんですね。なぜか、このアセスはですね、日本のアセスの中で最悪のアセス、私はアセスメント学会の学会員ですけれども、アセスメント学会の初代の会長をされていた、名古屋大学の名誉教授の柴津康夫先生を最悪のアセスと言ったんです。なぜ最悪か、一例を挙げればですね、このアセス、飛ばす飛行機がオスプレイだったことを一言も言ってないんですよ、オスプレイということ。実は我々はですね、辺野古アセスはですね、最悪のアセスだったのはオスプレイを使うということを我々はアメリカの地方裁判を通じて知りました。ジゴン裁判というのは何で、ジゴン裁判、その前にですね、1995年に少女暴行事件がありました。
少女暴行事件の後、日米両政府はこのままでは沖縄の米軍基地は維持できないと考えたんですね。1996年、鎖国合意というのを結ぶんですね。そして基地を、嘉手納ある宮城の基地を返そうとこうするんです。その交渉の中でアメリカはですね、普天間にはオスプレイを配備する計画だったんです。普天間に配備するところは当然、辺野古に配備ですよね。で、ところが日本政府はそんなこと言ってくれるなんて言ったんですね。そんなこと言ったら県民が黙ってないから言ってくれるんです。という形で出さなかったという経緯を我々知ってるんですよ。自分裁判の証拠で。アメリカはですね、日本とこういう話をしてると出してきたもんですから、全部我々知っている。なので、このアセスの時にですね、方法諸事務所の段階で、なぜオスプレイ配備と書かないの、オスプレイ配備すればその相応はこうなるということを書くべきでしょ、書いてないおかしい。ところが、それを書かないまま最後まで走ると、オスプレイ配備できませんので、最後の評価書のところで途中でオスプレイを書いてたんです、ね、途中でもう我々も来て言えませんか、それはおかしい後出しじゃないかという形でですね、で我々は我々の意見陳述権、つまり方法事務所段階での意見の権利が奪われたと言って訴えたんです。しかし我々は負けました。司法は何と言ったか、住民の意見陳述権を認めず、アセスのこの情報はあくまでも事業者の効率的な情報収集のためのものである、事業者は意見に配慮すれば足りると言ったんです。つまり日本のアセス制度は市民参加は停止されないということが分かったということですね。次、4番目、情報公開制度を駆使する必要があります。情報公開制度、例えば軟弱地盤が明らかになったことによって撤回のですね、象徴の重要な事実が浮かび上がったんですが、これは北上田剛さんの地道な情報公開請求活動、これが明らかにしたんですね。でまあ、これも言わないんですけど、世界の10月号を見ていただくとですね、こういう情報公開請求が力を果たしたのが分かるんです。それから日米地位協定についてはですね、この、ジョン・ミッチェルさん、これはウェールズのジャーナリストですけれども、彼がですね、アメリカの情報公開法を使ってですね、いろんな文書を明らかにしてですね、そのことによって沖縄県民70万人の水に影響を与えているこのフォイ・ビリホスの問題が明らかになってきています。でジョン・ミッチェルさんはぜひともアメリカの情報交換、フリーダム・オブ・インフォメーション・アクトですね、これを活用する必要があると言っています。ここで一つ彼の警告があるんですね。フォイヤーは外国政府は使うことができないんです。つまり日本政府はフォイヤーを使えない、沖縄県も使えない、那覇市も使えないんです。 NGO ならいいんですよ。 NGO が使う、フォイヤーを使って情報を取って、それで沖縄県と共闘する、こういう関係なんですよね。沖縄県が直にフォイヤーを使うことはできないということです。10月28日に私の世話人をしております沖縄環境ネットワークは結成20周年の記念進行をして、そこで気象講演をジョン・ミッチェルさんにやっていただいたんですが、その時には寺西先生から、祝辞をお寄せいただきました。玉城県知事からも祝辞をお寄せいただきましたけれども、そして最後の5番目の柱、民衆の国際連帯を推進するということです。自己裁判がですね、成立したのはアメリカの NGO との連携で、市の保存法でやるのではダメだという情報を得たからなんですね。市の保存法はアメリカ国内の地下で適用されない、国家歴史保存法は域外適用がなので争える、大変重要な情報をですね、今原告になっているピーター・ガルビンさんから2003年3月、今から15年前に沖縄大学で開催した NGO のシンポジウムで教えてもらったんですね。これが今の自己裁判を可能にしている、こういう国境を越えた NGO の連携が今後ますます重要になってくると思います。自己裁判ですね、この前の方にいるのは中心になっている、アメリカ中心になっている、さらに後ろの方は日本で中心になっている、鴨橋弁護士ですけれども、8月1日に企画され、まあ、我々負けましたけれども、今また控訴しています。さらに続きます。事例の意図としては、私は特にこれが重要だと思っていますが、沖縄と韓国の民衆連帯を出場するが重要だと思います。沖縄日米地位協定は1960年に締結されていますけど、韓米地位協定は6年後に締結されています。で韓国の場合は2度改定してるんですよね。韓国の方が前組です。同じような構造なんですけどね。でなおかつ重要なのは、韓国では今米軍基地の再編が日本より前に進んでます。北の方にあった小さな基地がどんどん返されて統合されて大きな基地になってます。そうすると毒付きの基地がいっぱい返ってきてるんですね。この毒付きの基地をどうするかということが、韓国ではですね、NGO が例えばイタリアとアメリカとの間、
ドイツとアメリカとの間の地域協定を調べて、この結果に基づいて、文在寅政権を突き上げてもですね、韓米地域協定を変えろ、突き上げて、この経験に我々は学ぶ必要があるなと思っているんですね。学ぶための機関民主連帯のつながりはあります。しかし、同時に注意しなければならないのは、沖縄は確かに73年前の沖縄戦で日本本土の犠牲になりましたけど、アジアの国々から見れば、沖縄も日本の一部として、加害の側にあったんですよね。ですから、慰安婦の問題ですとか、徴用工の問題、この歴史から目をつくことはならないだろうと思います。まあ、国連人権に近いのは、とても重要だと思いますが、当面どうすべきか。こういう流れが上がるということを申し上げましたね。11月29日、一昨日ですね、地方経済省委員会の審査を申し上げました。しかしですね、これ3回目なんですよ。2015年に一度やりました。その時は門前払いを受けました。2016年にもやりました。その時は判断が出ませんでした。それからいろいろ学んでやってるのでですね、希望はないわけではありませんけれども、しかしですね、これ結論が出るのは2月28日じゃないですか。それまでに土砂が入ってしまう恐れがあります。ですので、いろんな取り組みを考えていく必要があります。県民投票の結果が出るのは2月24日ですよ、それまで土砂が入ってしまう、どうするということを考えなきゃいけない。まあ一つ参考になるのは、昨日の新聞にですね、本田さんがこう言ってます。結論、承認の撤回、これは現地の、やったわけですけれども、それが執行停止によって効力が今一時的にストップして、知事は元の承認権者の地に戻って、国の違法な行為を止めるには、たとえ審査請求、執行停止の結論である採決前であっても、それを待つことなく再度承認を続け、それ何度でも違法があったら受けせるということですね。で、目の前に違法を排除する地位の監督義務上当然の権限行使、元武校以外の桟橋を利用する海上輸送も当然対象になる。実は元武校以外を使おうとしています。琉球セメントのですね、桟橋を使おうとしている。でもそれはセメントを送り出すための不当ですよね。あれは原料を受け入れるための桟橋です。ですので目的外使用だという形で、当然知事はこれをですね、撤回できるということです。まあ、結論は繰り返してありますので省略します。今ボールは日本本土に貸すというのをこういうふうにあるのではないかと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。引き続き大久保先生の方にお話をお伺いしたいと思います。皆さんこんにちは、大久保でございます。本日はありがとうございました。私はですね、サンゴの移植で辺野古浦和のサンゴ礁生態系が復元できないということで、お話しさせていただきます。で、私結構講演で結構同じ内容を長く話したりとかすることが多くて、動画もネットに載ってたりするので、今日ちょっと短めの30分バージョンということで、長いのはよろしい方はぜひそちらをご覧いただければと思います。で、ですね、私そもそも、ドクター博士課程がこのいわゆるサンゴの移植というもので、ずっと取ってまして、で、こういうサンゴの産卵だとか移植したサンゴの産卵ですねとかを観察して博士まで行ったということで、でも今はですね、基本的にはもう本当に理学系の研究をずっとしててですね、例えばこれ発生だとか、皆さんのお腹の中にいる卵がどういうふうに赤ちゃんになるかっていうところの過程をやってたりとか、で、そういうので、新しい発見をしてアモクを作ったりとかですね、あとは今年だとマイクロプラスチックですね、これがかなり話題になったんですけれども、朝日新聞とかでも、あと毎日ですね、こういったところでも全国的に結構いろいろと報道していただきました。でなんですが、ですね、あまりにもサンゴの研究者、特に御用学者ですね、がひどくてですね、本当にひどいんです。今からお話しますけれども、で今日はですね、理学系の、あちらにも細胞生物 の, 有名な先生もいらっしゃいますし、古生物の先生もいらっしゃいます、植物の先生もいらっしゃいますので、よくわかりないと思うんですけれども、もう本当にひどいので、サンゴの世界というのは地味猛烈すぎて、で、それであまりにひどくてですね、博士課程まで、サンゴの移植をやってまして、でそれで唯一ぶっ倒せたのは私だけだったので、日本でですね、でやっぱりこう責任があるだろうということで、
で去年岩波の世界に今岡本社長こちらいらっしゃいますけれども、書かせていただいたのがこのサンゴの移植は環境保全措置になり得ないという、で自然再生に隠された研究者と行政の責任ですねという内容を書いてます。でちょっとそれについてお話します。でですね、サンゴの移植、先ほど、桜井先生からもお話あったんですけれども、サンゴ内の植え付けとかサンゴの移設ですね、例えばああいうサンゴ、これサンゴなんですよ、サンゴは動物なんですけれども、植物ではないんですよ、サンゴは動物で、で あれをポキッポキッと折ってですね、挿し木のように、別の場所でこう増やしていきましょうっていう、そういった研究から始まったんですね。で例えばですね、今は卵から育ててこういうふうな苗にしてで海に植えようとかっていう、そういう研究がいろいろされてます。で私はどちらかというとポキポキ折ってですね、挿し木をして増やしましょうという研究をずっと7年ぐらいやってました。でこれが始まった背景なんですけれども、やっぱり日本でサンゴ礁生態系っていうものが綺麗な皆さんの想像する海ですね、あれがどんどん減少していったからなんです。で例えばこれ白化っていってですね、毎年夏になると高水温でこれ上が普通のサンゴですけれども、同じものがこう白化が起こるとこう真っ白になってしまう。でこれは中にサンゴの中に藻類が一緒に住んでいるので、ちっちゃい植物プランクトンが住んでいて、それが抜けてしまったり体の中で、消失してしまったりして、それでこういう真っ白な状態になって、でそうするとですね、サンゴっていうのは茶色いこの藻類から栄養をほとんどもらっています。もちろん餌も食べるんですけれども、それがなくなってしまうことで、そのまま死んでしまうことが多いんですね。でなんですが、で環境省がですね、やたらと最近本当に発火って言うんですけれども、発火で死んでるというよりも、もう沖縄のサンゴ礁生態系っていうのは人間が壊してきたようなものです。で、これご覧になると分かると思うんですけれども、ここ1970年代環境省のホームページから撮ってますけれども、埋め立てがこう始まってますね。でそこでもう急激にどんどん下がっていく。で、鬼人手がその間に増えたりとかして、で、発火現象も起きていると。で、鬼人手っていうのも、例えば、陸上の不栄養化した、お水がこうずっと流れてきて、それが鬼人手の赤ちゃんの餌になって、だから要するに陸上の汚染が、鬼人手の増加を促しているという、そういうお話もある。で、ですね、今もなおなんですね。で、今もなおその発火発火と言いながらも、今もなおサンゴ礁生態系破壊し続けてるんですね。例えばこれ合わせ干潟なんですけれども、沖縄ので、これ、90ヘクタールですね。でここにですね、例えばサンゴ礁のこの美しい海を壊して人工のビーチを作ろうと。で私すごいびっくりしたのが、どうしてこんな綺麗なところがあるのに人工のわざわざビーチを作るんだろうと、皆さんそう思うと思うんですが、そのあれがよくわからないんですけれども、これ沖縄市が進めていると。今も、やってます。でレジャー施設作ろうと。で、こういう背景があったんですね。さっきの移植事業始まったのっていうので、これまでじゃあどのくらいその移植事業が行われてきたかっていうと、これずっとあってですね、まだまだ他にもあるんですけれども、例えば一番お金、一番ではないんですけれども、何番目かに大きなお金を使ったのが、ジャムステックですね。でジャムステックは深海の研究で有名なところですけれども、こういう、もっと来られてね、面白いんですけど、海の中にお城を作りましょうと。で、サンゴでできたお城を作りましょうということで、これ電流流して、で、ここの海水地の海水に沈着させて、こうやって貝みたいな、巻貝みたいなお城を作りましょう。でこれイラストがもうネットでは出てないんですけれども、で、これを1年おきに作ったんですね。で、もちろんのこと、ここにサンゴを全部移植していくわけで、さっきのポキポキおったやつとか、養生されたサンゴの苗をずっと植えていくんですが、もちろんのこと失敗していく。でこれは撤去して、これももちろん皆さんの税金ですね。で、今ずっと行われたのはですね、2010年から2016年サンゴ礁の全再生事業ですね。これ名前を変えてまた今も多分あるんだと思うんですけれども、毎年 1.5 から2億円で、これもちろん皆さんの税金です。で、蒸気機関で総事業費が約10億円以上です。
で、2回転で3ヘクタール、約9万本のサンゴを海底植え続けるという、事業です。で、ですね、これ最初に例えば、まあ、これ恩納村なんですけれども、これ最初にお金を導入して、例えば恩納村が自立するために、例えば環境客、観光客を呼ぶために、最初のそのスタート資金としてあげるというなら分かるんですけれども、これ毎年毎年ずっと植え続けなきゃ、あのサンゴが維持できない。でそれにもかかわらず、こうやってですね、そこに研究者が乗っかるんですね。で、乗っかってきたのがオイストなんですけれども、ここにもありました。これオイストの人がインタビューされて答えた内容を、まあ、マリンダイビングというダイビング雑誌が書いてるので、またまたまこう書いた人は知り合いだったので、いろいろ聞くこともできたんですけれども、例えばですね、先ほどのこの養殖サンゴですね、こういったサンゴ。で、これが卵を産みましたと。で、卵。で今年23億個の幼生が旅立っていった。で、次世代供給の役割が期待されているらしいですね。地域全体の海を愛する熱がサンゴ再生を支えていると思うと感動してしまうとか、ぜひ皆さんも前苗を買って、で自分の手でこれダイビングをして、で皆さんもさっきのサンゴの移植する苗を買えますよ、皆さんで植えられますよ、まあ、ボランティアとかあとお金を払ってなんですけれども植えられますよということが言われています。なんですが、これですね、ここにも書いてあるんですが、ここにちょっと読めないけど、で遺伝的対策評価グローハンテナーとか行われ、で今年6月には養殖サンゴの大規模サンゴも科学誌で発表し、これも世界初で高く評価されているんですね。こうやってどん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 宣伝するんですね。で、これ実際のところは全然そんなことはなくてですね、で、まあ、科学誌は科学誌なんですけれども、論文ではなく写真なんです。こういうふうにサンガランがありましたって。で、世界初で高く評価もされてないです。なぜなら世界初ではないからです。で、世界初は私の先生がもうとっくの昔にたくさんの養殖で、サンゴを作ってですね、それで産卵させてやりましたし、本当に例えば移植サンゴの産卵を見たのは先ほど言いましたように私なので2000年にもすでに見てます。で、ですね、こういう過剰な宣伝というのをものすごく新聞とかでやったんですね、このオイストっていうのは。で、すごくこれでも本当に頭にきて、まあ、岩波の世界で書いたっていうのが、まあ、経緯なんですけれども、で今はですね、これですね、ちょうどオイストで、まあ、ゲスト研究者みたいな人からちょうど共同研究の申し込みがあったので、全然私はもうオイストとはあんまり仕事はしたくないんだけどみたいなことを言ってですね、彼がいやいやちゃんと研究のディーンにこのことを言っとくからみたいな、そういうあれを出されてですね、ついつい引き受けてしまったっていう、つい最近の経緯もあるんですけれども、とにかくですね、もう研究者によるこういう、もう過剰な宣伝が新聞、沖縄タイムス、あと琉球新報とかものすごいいっぱい出たんですね。で、これはまずいだろうと。で、案の定ですね、こういう芸能人の人も出てくるわけですよ。で、まあ、この方、よくサンゴの移植で出てくる方なんですけれども、サンゴの移植は追いつかない、でもやった方がいいとかですね。あと、こちらはですね、もやらないよりはやった方がいいんです。移植したサンゴが産卵して、その卵が流れていって、どこかで定着して、どこかで育っているのは確かなことですか？言っちゃうんですよね。でも、まあ、先生方、もちろんお若いだと思いますけれども、卵23個生まれても、ほとんど死にます。それが海です。で、ましてや、今の沖縄の海っていうのは、サンゴの生育に適していないからサンゴが減少してるわけですよね。そんなところで卵が生まれて赤ちゃんが生まれたとしても着底して育つ環境はないんですよ。だからこういうふうな誤解をどん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 生んでしまうんですね。で、例えばこういうサンゴの復活を歌った移植ツアーっていうのも本当に今たくさんあります。で、例えばサンゴ移植、ちょっとこれ古いですけれども、企業の CSR として、例えばこれCC でっていうよくやったテレビ出てる人ですね、ティーダ空間っていう映画になったかな、サンゴの移植でサンゴを復活させようみたいな美しい物語、大体まあ美しい物語にしていくんですけれども、で、ここでは人苗3500円で来たりとか、あと沖縄の移植ツアー、沖縄移植ツアーですね。で、ここにもありますね、私たちの手でもう一度サンゴを復活させる移植ツアーのご案内とかですね、こういうのがどん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 出てきちゃうわけです。で、挙句の果てにですね、修学旅行のイベントとかふるさと納税にまで今使われてもうこれを見せるふるさと納税、私まあふるさとね、フルポとかでチェックしますよね。時に移植があるとか思って、でちゃんと、スクリーンショットしといたんですけど、
まあ、こういうことまでやられていると一株1万円ですね。なかなか高いですね。でさらにですね、もうこれが本当に一番困っているので、まあ、今日研究者の話いっぱいしますけれども、あの西平さんっていう、ずっと昔からサンゴやってる方ですけれども、この方も諦めないんですね。サンゴの移植活動と環境学習支援というですね、気負わず焦らず楽しく続ける、もう何十年もやってるのに移植サンゴは全く生き残ってないんですけれども、ずっとやってるわけですね。それで、どん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 移植しましょう、移植しましょうってやるわけです。でもですね、これ見ていただきたいんですが、先ほどの恩納村ですね、これまず、沖縄で今壊されていくサンゴ礁生態系です。これ辺野古の新基地建設で160ヘクタールで、ここが、合わせですね、合わせ95ヘクタールで、那覇空港の新滑走路建設しました。でこれでも160ヘクタールです。でこれだけ壊されてるんですね今。でここです、先ほどの植え付け 2.7、 このポツッとしたんです。でこれで見て分かりますよね。このここでずっといろいろ移植してたとしても、もうこのサンゴ礁生態系、これだけの規模の壊されたサンゴ礁系を最低限生態系を復活させることは無理なんです、不可能なんです。だけれども研究者によってああやって過剰報告があって、新聞がまたそれを出すと。で、最新の論文でもですね、移植後の長期生産率は1割から3割しかありません。で、YouTube に今ちょうどその恩納村の、流れてますけれども、つい最近の10月のですかね、結果が流れてますが、やっぱり台風が来て、ほとんどが、かなりの、サンゴの苗たちが死んでしまってます。で、だからもう本当に、まとめるとですね、こういうことが起きてるわけですね。で、要するにサンゴの自然再生地区が起きていることっていうのは、ちょっと今日時間ないから最初端折っちゃって分かりにくかったですけど、要するにプラス面だけを宣伝してるんです。移植技術の発展とか新たな知見はもちろんあるんですね。でこれまあ養殖だし、水産学的な知見ということですごく重要なんですが、行政とか研究者企業がプラス面だけ過剰に宣伝するんですね。で実際その宣伝しないのは小規模である要メンテナンス、これ莫大な費用が実はかかります、海なので。で、こういったものは一切宣伝しない、もちろんですね。で、現実は移植でサンゴ礁生態系を再生させることっていうのは不可能です。なのにもかかわらず、こういった行政研究者企業がプラス面だけ過剰に宣伝するので、幻想がもう生まれちゃってるんですね。で例えば移植により沖縄のサンゴ礁生態系再生すると、で結局それが開発の免罪符として海を埋め立てても生物を移植すれば大丈夫というふうな形になっているわけですね。でですね、研究者行政企業によるその過剰な宣伝の結果、まあ、今言ったようなこういった開発ですね、合わせの埋め立て、辺野古、浦和、那覇、空港、滑走路増設、これ全部で、環境保全措置というふうな名前でサンゴの移植が行われるようになっています。でですね、ちょっとあれだったんですけど、この企業ですね、ちょっと企業のこと言ってないんですけど、企業もですね、この恩納村の先ほどの写真はこれかな、ここいろいろやってるんですけども、これホームページでもものすごく美しく宣伝しててですね、サンゴの移植でサンゴ礁生態系を再生させるって書いてたんです。でそれ間違いです、明らかに。でそれで客を呼んでるわけですね。で全日空がツアー組んで、いろんな企業が CSR で使ってる。でこれは本当に良くないことで、私、1年前に私が普段所属する海の生き物を守る会っていう団体で出してもらったんです。出したというか、まあ、最初はそこで出したんですね。そういった文言だけを消してくださいと、皆さんに誤解を与えるので開発の元になってしまうので、消してくださいって言ったんですけど、無視され続けました。で、無視され続けたので頭にきてですね、株主総会に出ようと思って、全日空の株を買ってですね、株主総会に出ました。で出ました。それですね、一番前で「はい」ってやったんですけど、絶対出てくれないんですよ、あれ。なんで出てくれないんだろうと思って、だって前から3番目ですよ、そこに私が入ってったら出てくれたっていいじゃないですかね。だけど絶対出てくれないわけです。でもうすごく頭にきて、で終わった後に CSR の担当者を呼んで、私は絶対こういうふうに思ってて、こういうふうな申請書じゃない、申し立ても出してるんだから読んでくださいとか、どうしてやってくれないですか。それでも無視です、全く無視で、ホームページで一切その文言を消さない。だからどうしようかな、なんか法律的にあるんじゃないかなと思って、たまたま私の大学はやっぱりいっぱい法律家がいて弁護士さんもたくさんいるので、ちょっと相談したんですね、中井さん。そしたら、あ、それは景品表示法っていうのに引っかかるかもしれないって、いいことを教えてもらったんですよ。だからそう言ったら、あ、これを使えると思って、だからなんかこれでできないかなと思って、
って、じゃあまあでもそのやる前にちょっとフェイスブックで流しておこうかと思って、ちょっとその文言もコメントの方に入れて、でこういうふうに全日空さんにこういうふうにお願いしたのに聞いてもらえないと。で全日空っていうのは日本を代表する企業ですよね。日本を代表する企業が科学的な知見を無視してこういったホームページを作成していることっていいんでしょうか、本当にがっかりですっていうようなのを流したんですよ。そしたらですね、全日空から一切連絡ありませんけど、私がその後に全日空のホームページを見たら消えてました。だから本当にスッキリしたんですよ。本当にスッキリしたんですね。もうこれは本当に成功体験ですね、私も。っていうことで、まあ、そういうこともやってます。でとにかくですね、こういうことがもう本当にもう蔓延しちゃってるんですね。なのでですね、これ本当に移植っていうのはあくまでも養殖なんです。で移植だけで産後性だけ再生するなんて、さっきの図を見ればもう一目瞭然ですよね。で環境を保全する措置にはなりえないんです。なんですが、今度のその辺野古の新基地建設ですね、沖縄防衛局が設置した環境監視と委員会、さっき桜井先生もおっしゃってましたけど、ここの学者っていうのはもう産後移植ありきのコメントですね。でこの方たち、いつも産後守りますって言ってたくさんお金取ってる方たちですよ。もう何億円とですよ、もう本当に。だけどこういう人たちが、逆にその開発の、まあ、手先って言ったらですけど開発のサポートをしてしまったわけですね。で、まあ、100個譲ってですね、産後の移植は環境保全措置にならないんですが、まあ、そこが埋め立ててしまう、埋め立てられてしまうという時には、例えば産後の救済措置として、もう本当にそうとしかならないわけですよね。でそれで、私がその移植計画を見ても、もうその環境監視と委員会の委員の科学者のコメントというのも非科学的助言になるんです。でこれをですね、これを本当に、ですね、まあ、ここにもありますけど、さっき桜井先生が、ね、説明されたのでいいんですけれども、この人たちっていうのは環境保全措置をする人なんです。でその本当に科学的専門的助言を行うから、環境を守ることに気を使うべきなんですね、配慮すべきなんです。で例えばですね、これ沖縄防衛局と環境監視と委員会が、じゃあ沖縄県の産後移植マニュアルっていうのがあるんですね。国移植マニュアルっていうのは、まあ、要するに産後移植するときに注意しなきゃいけないこととか教科書みたいな。でじゃあそれに沿って我々ちゃんと埋め立て地にある産後の移植を行いますよと言ったんですね。で5月以降、10月頃までをできるだけ避け、これ何でかっていうと産卵する時期だから、卵を産む時期で、さらに、8月から9月っていうのはすごく暑いので、夏場なので良くないので、じゃあ遅くとも4月末までには移植することができた。これは沖縄県の産後マニュアルに沿ってますというふうに書いてあるんですよ。でもですね、私そんなこと言ってないです。なぜかというと、その産後移植マニュアルが引用した文献と私の論文なんですよ。そうなんです。で、私の論文で私そんなこと書いてまして、で、ここに書いてある、これ移植マニュアルですけど、移植の時期、産後移植編に生産率を高めるためには、強い高い時期、繁殖、ここにも繁殖の時期とかを避けるべきって書いてあるんですけど、これここ、丸ですね。これ私の論文です。私の論文。でも、これを勝手に解釈してですね、で、いいんだと防衛局が産後の繁殖期っていうのを産卵期と間違えた。繁殖期っていうのは私が言ってるのは妊娠の後期とかも入ってるわけですよ。で、その、要するに皆さん想像したら分かると思うんですけど、皆さん臨月の時に引っ越しします？しないですよね。こんなに大きなお腹して、ごめんなさいたらもう命が危ないんじゃないかと思いますよね。そういうことなんです。だから、繁殖期には妊娠してる時期とか卵を産む時期っていうのが入ってるのに、それを産卵期っていうふうに勘違いしてるんですね。で、それって元の論文を読めばすぐ分かることなんです。だからこの人たち読んでないんですよ、要するに。だから科学者のくせに孫引きしてるわけですよね。結局これだけパーッと読んで、はいはい決めますよとやってるわけです。これで頭に来た私はですね、やはり沖縄県知事、沖縄県知事か水産課かどっちか忘れちゃいましたけど、意見書を出して、で私そんなこと言ってますよ。でこれ朝日の野上さんが、まあ、記事にしてたんですね。でやっぱり桜井先生もいらしてくださいましたけど、沖縄タイムスと琉球新報、これ名古屋の新報というんですけど、怒ったか私を出してますね。産後保全論文協会、いや本当にそうなんですよ、協会か御用のどちらか。でやっぱりこういう朝日に対するとですね、アイラもやってきます。でアイラもやってきてですね、こういうのが大好きですよね。産後移植時期巡り研究者告発みたいな、協会かとかね、こういうの出したいんですよね、多分ね。そうするとなんか注目を集めるのかな。で、2番目です。
で、さらにですね、これもすごいんですけれども、EU はサンゴの科学的地形すら無視した。で、これですね、とにかく移植をさっき桜井先生もおっしゃったように、早く進めたんですね。で、工事を早く始めた。なので、これ委員の発言です。浜サンゴに関しては、案外夏場でも移植可能ではないかと思います。これね、夏は基本的にサンゴって移植しちゃいけないんです。暑いから。で、暑くてフラフラしてる時に他の場所に何かを伝えちゃったら死んじゃったりすることが多いわけですよ。それは私の論文で分かってるんですが、でも浜サンゴに関しては案外夏場でも一緒、こんな程度ですよ。で、サンゴの研修者による全く非科学的なコメント、これ委員の名前書いてないんですけど誰かすぐ分かります。なぜならサンゴの学者って2人入ってるんですけど、その1人が生物学者、もう1人が地理学者なんですね。こんなこと言えるのは生物学者しかいませんから、どこの誰かはすぐ分かります。それでサンゴの研究者による全く非科学的なことで、もう恐ろしいのはこのコメントによって移植されちゃったんですよ、こんな適当な。でね、もちろん私の出した論文でも、あの夏はダメですよっていうふうな否定をしてます。で、結局委員のコメントにより否定されちゃったんですね。で、さらにですね、すごいのもあるんです。で、委員によるさらに驚きの間違い。これはですね、これね、多分あの委員を辞めちゃったので、その方あまりにも恥ずかしすぎて辞めたんじゃないかなというのが私の推察なんですけど、これですね、あの食害を受けました。この絶滅危惧種のサンゴさんたちが。で、ここね、白いのがちょっと見えますかね。これね、食べられちゃったんですよ。なんか。でね、パクパクパクで、お肉がむけちゃってるんですね。で、お肉がむけちゃってるので、どうしようどうしよう、移植できないって言って、ちょっと伸び伸びになってたんですね。でもみんな、あの防衛省を早く移植させたいということで、じゃあ健康なサンゴと比べてみましょうと言って、あの環境監視と委員会に相談しました。で、これ比べました。こっち側がパクパク食べられちゃったサンゴです。で、こっち側が、食べられてない健康なサンゴです。じゃあこれパムっていう機械を使って調べてみましょうと。で、これ機械で調べたところ、こっちの数値ちょっとちっちゃくて見えないんですけど、こっちの数値とこっちの数値と変わらなかったと。まあそれより変わらないところ、こっちの方が良かったです、数値が。じゃあ大丈夫ですね、じゃあ移植しましょうってなったんですね。でもこれサンゴの健康を測る機械じゃないんですよ、そもそも。もうみたいな感じなんですけど、これご存知の方よく分かると思うんですけど、パムってあの光合成の活性を測るんですね。なので1個の、例えば褐虫藻っていう、そのサンゴの体の中に住んでる褐虫藻っていう藻類の健康状態を調べるものであって、サンゴの健康状態を調べるものじゃないんですよ。で、私その光合成の研究者ではないんですけれども、このデータを見た時にすぐ思ったのは、普通であれば、普通の研究者であれば、ここのこれだけ見た目が違うサンゴがありましたと。で、ましてやこっち食害を受けてて肉が剥がれてます。で、これで同じ数値、もしくはこっちの方がいい数値が出たって言ったら、機械を疑いますよ、普通は。ね、それを、これはいいデータ出ましたよって言って、そういう書いてあるわけですから、今報告書にね。相当恥ずかしいと思いますよ。で、私わざわざ専門の光合成の研究者に聞いたんですよ、このこと。いやいや、ナミさん違うよって。あの、これは、いやいや、これは別に発火したサンゴにここに例えば健康な褐虫藻がくっついても出る値だよとかね。だから要するにサンゴの健康状態を測るものじゃないんですよ。ね、それをこういうふうに書いちゃうっていう、この恥ずかしさ。で、挙句の果てですね、今度先ほどのジュゴンですね。これジュゴン導入しようって言い始めました、今度。ジュゴンがいなくなったので、ここイニルって書いてある導入ですね。あの、あそこの、その沖縄の方でいなくなっちゃいますよね。さっき桜井先生の話でありましたけれども、これ言ったのは私もよく知ってる日本生態学会の会長、元会長。で、それが、先ほどの、今から出てきますけど、東大の早根さんっていう、環境監視等委員会の委員と一緒になって、松田さんも委員だったんですけど、当時は。で、じゃあ導入しようと。いなくなったら導入しましょう。いう話になるんですね。でもジュゴンはそこが嫌だから出てったわけですよね。いなくなっちゃったんですよね。そこにまたジュゴン入れてどうすんだっていう話ですよ。ほいでましてや、かわいそうですよ、ジュゴンが。だってフィリピンとかね、ああいう東南アジアからどうせ導入してくるわけですよね。そうやって導入したってまた嫌なんだから逃げてくに決まってるじゃないですかね。それをね、どこで餌を取ったらいいかわからないのに、ずっとフィリピンまでまたこうやって飲んで帰んなきゃ、泳いで帰んなきゃ、途中で餓死したらどう責任を取るんだろうと思いますよね。だからこういうことを言い始めるわけですよ。で、要するにあの環境監視委員会の専門家っていうのは
ボイスのストーリーに合わせてコメントするだけなんです。で、全く意味のない非科学的な御用学者集団で、サンゴ礁生態系を守ることなんて一切考えてないです。で、そう、それでね、本を探してたらこういう本があるんですよ人はなぜ御用学者になるのかだから、あ、やっぱりそういう同じ経験してる人っているんだなって思ってなんかこれすごいなんか共感するんですよね。私も本当に今これを考えてます。で、さらにですね、今度企業です。で、企業は、ですね、埋め立て海域に大垣サンゴ2グッドあるんですね。これは朝日野上さんのスクープなんですけど、で、実は、1メートル以上あるサンゴっていうのはこっちにあるんですね。あの1メートル以上のサンゴは、移植しなきゃいけないんですよ、工事の前に。なのに、これあのしてないんですね。で、あるじゃないかって言って、で、あのカヌー隊の方たちがですね、見つけてですね、明らかに1メートルを超えるサンゴ群体があるんです。だけど移植せずに工事を進めてるんですね。で、ここです。で、さっきの新聞とかいろんなその防衛省の交渉とかに行った時にもそういうあの散々言ったんですよね。ね、渡辺さんもいましたけど。で、防衛省から調査を委託されたのは株式会社です。じゃあ調べますよと、防衛省は。じゃあ、エコーに調べさせますよって言って調べさせたのがこの調査の報告書ですね。で、これもまあ記者さん、いっぱいね、記者さんたちがいろいろ資料を送ってくれるんで、だから私のところは結構たまるんですよ。で、これですね、要するにさっきの大型軍隊ですね。で、軍隊 A および軍隊 D とかって言ってね、これ、こことここの2つの軍隊じゃないですか。さっきの大きいのですね。で、なんか裏側もこことここのちっちゃい、こういう軍隊ももしかして集まりなんじゃないですか。だからこれ、1軍隊っていうのは1つの、まあ、私ですね。で、それじゃなくて、なんかこう、4つの集まりですよ、これ。だから、これ合計したら1メートル以上ですけど、この1軍隊っていう定義なので、これ自体1メートル以上じゃないんで、あれ移植する必要ないんですっていう結論を出してきたわけですよ。で、これでですね、また相談されて、何を言ってんだこの企業はと思ってですね。で、大体ですね、こういうアセス会社っていうのは過去の報告書にいっぱいこういうデータ載せてるわけですよ。特にですね、浜サンゴなんていう大きな群体っていうのは必ず調べてるはずだと思って、私過去の、ここの株式会社エコーの調査資料とか報告書を全部見た。そしたら案の定あったんです。で、ですね、1軍隊ではなく4軍隊が集まったもとだと主張したので、移植しなくてよいっていうふうに防衛局は結論したんですけども、過去の英語の調査を見てみるとありました。で、これ見てください。これ1メートル以上の軍隊です。で、ご丁寧にですね、あのエコー真面目ですね。ここ18ヶ月後ですね。で、今度24ヶ月後同じ軍隊です。あ、ちょっと白くなってます。で、30ヶ月後同じ軍隊。あ、ここ部分的に死亡しちゃいました。あ、ここも死亡してます。で、こっちも同じです。これもどん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 死亡していきます。だ、要するにこれ1軍隊なんですけど部分的に死亡して、だからこう言ってみればエコーの言う通りこれ2軍隊になるわけですよ。エコーの通りだから2軍隊じゃないんですよ。もともと1軍隊で同じ子なんですよね。だからエコー自身の調査が逆にその辺野古の大型浜サンゴを1軍隊であると結論付けちゃってるわけです。これちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、1軍隊っていうのは要するにクローンなので、この子とこの子が同じであれば1軍隊なんです。だけどこの子とこの子が違う子、例えば私がいて旦那さんがいるみたいな、それだと2軍隊って言いますけれども、この子は明らかに私が1個だったんですね。で、私のこの辺がちょっと傷ついたのでエコーとしてはここと1軍隊1軍隊違うお前だろっていうふうに言うわけですよ。だけどそうじゃないよ、もともと1軍隊だったものがこういうふうに部分的に死んで2軍隊ってこう今あなたたち言ってるけれども、これはあなたたちの報告書によればここから1軍隊がただたまたまここが死んだだけでしょ、だから1軍隊なんでしょって言うんですね。だからこれもやっぱりエコーもやっぱり研究者と同じです。あのサンゴの移植を受注した株式会社を防衛局のストーリーに合わせて調査の結論を出すんですね。で、おまけにですね、この以前受注業者から環境監視と委員会の専門家に寄付金が渡されてます。で、これは琉球新報2015年ですけれども、この人800万、この人サンゴの人ですけど200万、50万。私、もらったことありませんよ。いや、もらわないと思うんですけどね、普通。あ、まあ、すごいね、あの、それはもう本当に研究のっていうんだったら別にいいんですよ。いや、もうこれも研究なのかもしれないですけど、ただ、立場的に今こういう受注業者と環境監視と委員会っていう立場であるのに、こういった軽率なことをするっていうのはやっぱりおかしい。
何かしらあるんじゃないかなと勘ぐられて、いっぱい報道されるのにもしょうがないですよね。これテレビ朝日ではやってましたけど、ニュースステーションで、その時の顔も出てたんですけど、まあ、それはさすがにかわいそうかなと思って、この新聞程度に収めておきましたけどね。で最後に、さっき桜井先生のおっしゃったような、おっしゃったんですけれども、この国語の問題を出したい。事業実施前にという言葉はどこまでかかるでしょう。これ防衛省が沖縄県に約束した文書、読みましょう。事業実施前に移植移築作業の手順、移植移築先の環境条件やサンゴ類の種類による環境適応性、採捕したサンゴ類の仮置き養生といった具体的方策について、専門家等の指導助言を得て、可能な限り工事施工区域内の区域外の同様な環境条件の場所に移植移築して影響の低減を図り、その後周囲のサンゴ類も含め生息状況について事務調査を実施とあります。では問題です。事業実施前にはどこまでかかるでしょう。これね、でも間違えちゃったらちょっと恥ずかしいから、正解から聞きますかねとかってなんかね、っていうか、これどこだと思いますか。本当に事業実施前に普通はここ、移植移築して影響の低減を図り、その後周囲のサンゴ類も含めて生息状況について事務調査実施。どうでしょう、皆さんどうでしょう。じゃあ岩波の社長さん正しいと思う。正しいですよね。これね、日弁連でもこの話して、弁護士さんみんな、いやこれはここでしょうって言って、いや普通はここなんですよ。でもね、防衛省との交渉で、まあ、渡辺さんも覚えてると思いますけど、言ったのはここなんですよ事業実施前に、専門家の助言、専門家等の指導助言を得てまでしかかかってないと。だから事業実施前にサンゴとかを移植しなくてもいいんですって。もうこれを、あれ本当にオウムみたいに繰り返してますよね。お、10回ぐらい繰り返したんじゃないかなと思うんですけど、私そこの防衛省との交渉の場にいたので、一緒に市民団体でやってて、これ言ってくるわけですよ。で、要するに防衛省と交渉した際の変動、事業実施前に行うという言葉がかかるのは専門家等の指導助言を得てまでだよって、工事の前に移植移築する必要はないんですから、うん、おかしいですよね、本当におかしい。だからね、官僚の日本語読解能力が突然欠如したのだろうかと思ったんです。ね、おかしいですよね。この官僚さんたちって娘とか息子に入試問題これ出た時にこうやって欲しいんですかねいやすごく恥ずかしいと思いますよ。顔写してないから、美輪さんがあれ手しか写してないからだけど、本当恥ずかしいと思います。これでこういうことやるわけですよ、やってくるわけですね、はい、でもこれ嘘なんで、着工前に実施する環境保全措置の内容、これ別の資料ですけれども、ここに消失区域の生物を他所へ移動する、移植移動する措置ってあるんですよ、ちゃんと。だから嘘なんです。だけどもう移植しちゃって工事を早く進めたいからって言って早くするわけですね。だからもうこれは防衛省の約束になるということで、まとめた。海の環境が戻らない限り移植で産後生態系を破壊するはできません。なので産後移植で産後生態系を再生するのも不可能です。だから辺野古浦和のサンゴ礁生態系を破壊すると、もう二度と素晴らしい海が戻ることありません。でこれ本当に環境省に言いたいんですけど、今年国際サンゴ少年って言ってサンゴを守る年なんです。環境省何してんですかね。で今あるサンゴ礁生態系をしっかりと保全するのが役目ですよね。自然再生事業で自然破壊を隠さずごまかさないでほしいです。でいつもですね、こういうさっきの移植とか植え付けですけれども、ああいうのにお金を出して本当に上辺だけの自然再生事業をバン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 やるわけですよ。でその一方でどん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 産後省壊されてるんです。でこういうのでね、結局ごまかすわけです。あと絶対に環境省っていうのはこっちやった方が、産後の海を守るよりも自然再生事業をやった方が楽なんですよ。なんでかっていうと、産後省の海本当に守ろうとすると、陸上のステークホルダー、陸上もう海あと全部入ってきますよね。で日本の縦割り行政の中でそれネゴシエーションしていくのすごく難しい。だからそんなことやるよりも自然再生事業やって、はいって言ってお金あげて、見た目いい素晴らしい美しいリーダーになります。こういうのやった方がよっぽど楽なんですよ。だから私はね、本当に信頼してないですけど、すいません宮本先生の前でで環境省は何をしてるんだと、もっ
ね、環境省が守るっていう姿勢を出してくれれば、いくら経済、いくら立場が一番弱い省庁だからといって、あの経産省とかね、それは国交省とかに比べたら弱いかもしれないけど、でもね、そういう、やっぱり姿勢を私たちに見せてくれないと、私たちもやっぱり励まされませんよ。だって環境省って環境を守るために作った省ですよね。そうですよね。なのに、そうですよね、宮本先生に。そうですよね、本当にそうだと思うんですよ。だからそれ守らなかったら意味ないと思うんですよ。だから本当環境省にしっかりしてほしいと思います。で、辺野古への対策をあのきちんと進めてほしいと思います、はい、以上で私の発表は終わります。白目地です。私パワーポイント使ってお話するの初めてで、資料が今日配れないということで無理やりあれこれ自分で作ってみたんですが、分かりやすいものになってるかどうか分かりませんが許してください。今大久保さんが最後にですね、防衛省の日本語能力を問われましたが、防衛省だけではなくて国交省だとかですね、関係省庁すべてが今の日本語能力の類いっていうか、その程度で法律論を法治国家論だという称してやってくるものですから、私どもと大変苦労しているんですが、今日少しの時間でどこまでお話しできるか分かりませんが、美ら海の埋め立て承認撤回から巡る法律問題というところで、そこに特化してお話しさせていただきます。で、すいません、お願いします。まず最初なんですが、なぜ沖縄県は埋め立て承認を撤回したのかということなんですが、この点については、桜井先生が、お話しいただいたので、お分かりかと思います。つまり、沖縄県は沖縄の環境だとか沖縄県民の安全を保障する、その責務があるわけですから、それをするためにはこのまま辺野古の工事を進めさせてはならないという理由が山ほどたまったわけですね。で、桜井先生おっしゃったんで、ここのところは省略させていただきます。え、次お願いします。ですね、で、省略するといってもですね、法律論としてそのところをお話をすると、一つはその公有水面埋め立て法という法律に基づいて、国は埋め立ててもいいよという承認を得てですね、埋め立て工事を進めているわけです。で、民間業者だと免許というんですが、埋め立て免許というのを得て埋め立て工事ということになるんですが、その埋め立てにあたって埋め立ていいよという承認基準、免許基準、承認基準というのがあるんですが、この、条文によってですね、こういう住み埋め立て法の4条というところにあるんですが、そこで、主に裁判で問題になっているのは、その埋め立てすることが国土の適正な適正合理的な利用に資するものであるのかどうか。で、もう一つ大事なのが、環境保全ちゃんとやってるの、災害防止大丈夫だよね、そこを配慮してるよねっていう、これが大きな点です。それが、桜井先生おっしゃったようないろんなことで、もう守られなくなってるじゃないかと。このままで埋め立て工事進めてはいけない状態が承認の後明らかになってるじゃないかというのが大きな理由です。で、もう一つは承認をする際にですね、留意事項というお話も桜井先生がお話しされました。留意事項というのは、条件とか、僕らの難しい言葉で言うと不完っていうんですが、条件ですね、こういうことをちゃんと守ってねということなんですが、そこにはですね、免許でも承認でも一緒なんですが、埋め立て承認していいかいっていうときに、すべての計画が明らかにはなっておりません。免許もそうです。で、工事が大きければ大きいほど全ての免許が条件計画がはっきりしてない。で、そういう時どうするかというと、設計の概要というのを示して、こういうのでやりたいんだけどっていうので、じゃあいいねって言って承認を出すわけです。で、免許の場合、民間事業者の場合はですね、免許の時も設計の概要でいいんですが、設計の概要の後、実際に工事をする時には
実施設計というのがあります。実施設計、まあ、細かい、まあ、詳細な本当にこの通りやりますというそれですね。で、民間業者の場合は実施設計の段階でももう一回その実施設計の認可というのが必要になります。もしその実施設計の認可が、当初の計画と全然違ったりですね、とてもこんなには無理だということになれば実施設計の認可は下りなかったりするわけです。で、そういう点で言うと承認の場合も一緒なんですが、実は承認の場合は実施設計の認可というあの仕組みがないもんですから、設計の概要で承認取ってしまうとそのまま工事ができるというので、じゃあ実施設計の認可の代わりに何があるかというと、承認はするけれども実施設計については前もって沖縄県と事前の協議をしてくださいねという留意事項がつきました。でもう一つは今の3号の話なんかもそうなんですが、その他にもいろんな条件がついて留意事項が4つついてるわけです。ところが国は承認を得たそのまま突っ走ってですね、いろいろ桜井先生や大久保先生がおっしゃったようにいろいろ無理をしながらですね、工事をあれこれと流し続けてやっていくわけですね。今の産業省の問題なんて本当に子供だって分かるようなお話なんだけど、無理を通してやっていくと。 ですから承認にあたっての留意事項も守ってないじゃないか、降水法の要件違反、承認の要件違反、留意事項違反だよっていうので、これを理由にして、承認の撤回というのを今回行ったということになります。で、次お願いしますか。次、もう一つ。もうついてる、ね、あ、これちょっと見えないと思いますが、これが承認、にあたっての留意事項です。次お願いします。次なんですが、で、まあ、承認撤回にはだからリアリティという桜井先生のおっしゃる通りなんですが、それじゃなぜ防衛省の沖縄防衛局は私人に成り済ましてまでも行政福祉審査法上の審査請求や執行停止申し立てをしたんだろうか、あるいはなぜ名ばかり審査庁の国土交通大臣は名ばかり執行停止決定をしたのかという問題です。この成りすましとかですね、あの名ばかりっていうのはちょっと 法律家としてはあんまりふさわしくない表現なんですが、まさにそういうことだというのを今からお話をいたします。お願いします。ですね、あの地方自治法、日本憲法で地方自治を保障しているとよくあちこちで聞かれると思いますが、まあ日本国憲法の地方自治っていうのはたった4か条なもんですから、それを具体化するために地方自治法という法律があります。の地方自治法のところでですね、地方自治の本旨だとか国と地方公共団体とはの基本関係はこうするんだよということを書いてるわけなんですが、1999年の地方自治法の改正で国と地方公共団体は対等な関係なんだよ、そして、国と地方公共団体は役割を適切に、分担して、さまざまな法律を具体化していくんだよという、そういう改正が行われました。でこの地方自治法の改正というのはとっても大事なんですが、次お願いします。実はですね、地方自治法は99年の改正で、それまでは国は地方公共団体に対してはあたかも地方公共団体は国のしもべである、手下である、手先であるというふうに、手足であるというふうに考えていた節があります。でそれは制度的にも機関委任事務制度というのがあって、国の事務、国の仕事を地方公共団体の知事とか市町村長に委任をすれば、その限りにおいて国の手下になるんだ、指揮監督関係に置かれるんだ、指揮監督関係というのは指揮命令関係を元に置かれるということです。例えばよく聞かれたことがあると思うんですが、あの都道府県知事の場合はやってる仕事の8割から9割が機関委任事務だったと言われます。つまり
100ある仕事のうち90は国の仕事を国の指揮命令下でやっていた。それじゃいけないよねって言って99年にこの国の関与を法律化しようよというので地方自治法では245条以下にあれこれと書いてあります。関与は限定的に限られた関与しかできないということとかで、その中で例えばですね、今回問題なのはこの仕事の中にいろいろあるんですが、法定自宅事務というのが今回の承認という仕事なんですが、是正の指示、それから代執行等のというふうに書いてありますが、これどういうことかというと、もし沖縄県知事が今回の埋め立て承認の撤回という仕事事務を処理するにあたってそこに違法だというような傷があれば、過ちがあれば、国はこの是正しなさい、あなたは間違ってるから直しなさいというような是正の指示という関与ができる。あるいはそれで言うことを言ってない場合は代執行という訴訟を起こして指示ができる、変えさせることができる。そういう手をちゃんと置いてるんですね。でところが今回これを使わずに実は、防衛省が私たちも皆さん日本国民のと一緒の立場なんです。つまり埋め立て承認を得て初めて工事ができるんだから、この埋め立て承認を得て工事をできるという地位を奪われたんだから、私は行政福祉審査法に従ってそれを取り戻すんだというのが防衛省の主張なわけですね。この辺ちょっとややこしいんですが、つまり地方自治法上の国の関与を使って本来は沖縄県知事が間違っていたら直しなさいということができるはずなんだけど、それはちょっと負担しておいて、今回やってきたのは防衛省が国民と一緒の立場なんだから私も一緒のように助けてねって言って行政福祉審査法という別のルートで救済を求めてきたというところに問題の発端があるわけです。で、誰でも思うんですが、じゃあ防衛省って日本国民と一緒なの、私たち国民と一緒なのということなんですが、これも少し次お願いします。国策としての埋め立て事業を行う国は行政福祉審査法の審査請求も執行停止もできない。なぜなら国はこういう水面埋め立て法上主人の資格ではなく固有の資格に立つものとして位置づけられているからであるという、ここはちょっと難しいところなんですね。固有の資格とか主人の資格って一体何をということなんですが、主人の資格というのは私たち国民と同じ資格です。私たちが例えば運転免許を持っていなければ公道で車を運転できません。それは、私たち国民の運転免許を得て運転できるのは私たち利益ですよね、権利ですよね。でそれを奪われた時に、つまり全然私はこう道路交通法違反もしてないのに、あなたはの顔が気に入らないから今日から運転免許を取り上げますよって言われたら叶いませんよね。だからそういうふうなものと一緒だと言って今回沖縄防衛局は主張して、行政福祉審査法で救済を求めてくるという手段を取ったんですが、本当にそうかよという話なんですが、実は、先お願いします。これ見にくいかと思うんですが、今回沖縄防衛局が指示になりすまして、私たち国民になりすまして、行政審査法を使っている時の根拠という法的には根拠がいります。でその根拠は何かというとですね、実は地方自治法の255条の2というところに法定自宅事務という、これ多分難しいと思うのでそのところ捨てておいて、埋め立て承認のそういう事務に関わって第1項というんですが、それの1号関数の1のところ1号というんですが、都道府県知事その他の都道府県の執行機関の職、これは知事の職ですね。それが当該承認の事務を何かというか法律またはこれに基づく整備を所管する
大臣に審査請求ができるってことを書いてあるんですね。これどういうことかというと、沖縄県知事が埋め立て承認をしたのに、それを後から撤回する、撤回してるんだ、将来に向かって効力をなくすということ、それが違法だった場合には知事に文句を言うんじゃなくて大臣に文句言うんだよっていうので、ここで初めて国交大臣が出てくるわけです。こういう政府の埋め立て法の所管の大臣が国交大臣だから。でこういうことで今回これを利用して、これを利用して沖縄保有局はそうだと、じゃあ国交大臣に知事の埋め立て承認の撤回が違法だと言って審査をしてもらおう、審査が終わるまでその効果を止めてもらおうということで、これを使ってきたわけです。これを使って、でそれで初めて行政審査法という手続きに乗っかれますよということになるわけです。でところがこれは多分新聞報道もまだされてないんだけど、一番最初に日本語どころかこけているのはですね、実はこの第2項なんですね。これちょっと長いんですが、何が書いてあるかというと、今回残念にも小中知事は8月8日に亡くなっちゃいました。職務代理者というのが2人いました。富川さんという副知事さんとジャハネさんという副知事さんで、この副知事が小中さんが亡くなった後は職務代理者として2人が存在するんですね。でだけど、まあ富川さんが第一順位で富川さんが職務代理者だった。でところが富川さんから埋め立て承認のに関する仕事はジャハナさんに権限が委任という権限を委任するんですか、委任して、だから8月31日にジャハナさんは埋め立て承認の撤回という権限を行使したわけです。やったのは知事そのものじゃなくて、知事から権限を委任されたジャハナさんが撤回したわけです。いや、私ごめんなさいね、ここ見てください。2項、町その他の執行機関が法定自宅にかかる処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員もしくは点々に委任した場合、委任を受けた職員または処分にかかる審査請求については、当該委任をした執行機関が採決をしたときは他の法律に特別定めがある場合を除くほか再審査請求ができると書いてある。俺法律勉強しないで、そんな突然言われてもというふうに思うか分かりませんが、これ何が書いてあるかというと、ジャハナさんに権限を委任した、ジャハナさんが権限を行使したときはまずはジャハナさんに対して審査請求をしなさい、そしてそれが終わっ、あ、ごめんなさい、ジャハナさんがやったことについてはその委任をした知事に対してまず文句を言いなさい、行政復審しなさいと言ってるんですね。でその後それで文句があったら大臣に言っていいよというふうにここに書いて、再審査請求と書いてある。今回実はだから国はですね、国交大臣に言ったんだけど、実は知事に行かなきゃいけなかった、権限者である知事に審査請求しなかったというのが第一の間違いです。でここだけで多分勝てるんですが、果たしてそれを全地方だとかですね、裁判所がちゃんと判断してくれるかどうかの問題なんですけど、これは一つです。もう一つ、行政福祉審査法に行くということなんですが、次お願いします。行政福祉審査法は後でぜひとも読んでいただきたいんですが、行政福祉審査法、これも桜井先生おっしゃったように国民の権利利益の救済を図る法律なんですね。何に対して、公権力の行使に当たる行為を行政庁がやったという、つまり公行政の主体である行政庁、行政機関が
私たち国民に対して違法な行政とか不当な行政をやったときに、そりゃないだろうと言って裁判所へ行ってもいいんだけど、裁判所に行く前に行政権自身に対して助けてくださいと、あなたがやったことはおかしいよねっていうふうに、昔は行政庁自身に文句を言ったんだけど、今は行政庁が所属する最高の上級行政庁のところに行きなさいっていうような、行政権内部での自己制御というか反省の機会を与えているわけです。この時に国民の権利利益だから、この国民の中に防衛省なんて入らないはずなのに、防衛省はいやいや今回の場合は俺たちは国民と一緒なんだ、なんとなれば埋め立て工事をできる立場を与えられるというのは、民間事業者が埋め立て事業をできる地位を与えられるのと一緒でしょっていうふうに言い張ってるわけです。ところが私たちの主張は第7条第2項に、国の機関または地方公共団体、その他の公共団体もしくはその機関に対する処分で、これらの機関または団体がその雇用の資格において当該処分の相手方となるものについては適用しないと書いてある。ここ雇用の資格に国の行政権なんでしょ、まず防衛省はね。でそれが適用しない、一般によく新聞で言うと国の機関のくせにとか言うんだけど、国の機関だけではダメなんです。国の機関だってヤマダ電機からコンピューター買うとか言ったら、これ民間の地位と一緒だから、国民と地位と一緒だから、だけどその固有の資格において相手方となるものっていうところが、ここは一番難しいところなんですね。で固有の資格って何かというと、私人が到底立ち得ない法的立場、私人が立ち得ない法的立場って言ってるんですね。私人が立ち得ない、何目も繰り返しますが、防衛省は私人がもう立てる立場なんだ、なんとなれば埋め立て工事ができるかできないかは私人でも国でも一緒だからっていう、そこの一点なんだけど、実はですね、さっき言ってください、こういう水面を埋め立て法というのは、民間業者は埋め立て免許、国は承認って言ってるんですが、これは言葉の違いだけじゃないんですね。言葉の違いじゃない。でつまり免許は、免許条件に違反すれば沖縄県知事によって是正されたり改善措置を命じられたり、場合によっては制裁措置、あるいは免許の取り消しまであります。そして埋め立てが終わった後、埋め立て地が問題なんだけど、この埋め立て地をどうするかという時に、埋め立て地の所有権が移るのは埋め立て工事が終わりましたという埋め立ての竣工認可を初めてもう一回申請して、それで初めて民間業者はそれを自分の所有地としていろいろなものに使えるわけですね。ところがこちら承認の方は、埋め立て承認違反をいくらやっても法律上は是正改善制裁の措置がありません。これは先ほど桜井さん先生が32条のことをおっしゃってるように、32条と以下にいっぱい制裁が書いてあるんだけど、それが一切国の承認には準用されない、つまり国に対しては一切使えないんです。ということで、やりたい放題なんです。やりたい放題だから、やりたい放題でいいって言ってるんだって、法律はだから相談しなさい、だから留意事項に書いてあるように事前協議しようよね、そうじゃなきゃ承認なさないよっていうのが沖縄県側の主張なんだけど、で最後これもう一つ、竣工認可なしに竣工通知だけで、つまり国は実はこういう水面はてめえたちもんだと、自分の所有なんだというふうに、まあ法律もそれで書いてあるんです、第一条に。だからおそらく立法者は自分のものを埋め立てて知事に一旦埋め立て工事してもいいかいは権限を与えるんだけど、あとは自分たちのものなんだから、もともと埋め立て終わったらもう自分たちのもの、自動的な所有権は国に当然帰属する、だから通知するだけでいいかと思う。でこういうふうに何が言いたいかというと、埋め立ての免許と埋め立て承認は全く違うんです。埋め立て免許と埋め立て承認に違うということは、
埋め立て承認を得るという国の法的地位は到底私人が立ち得ない、そういう立場なの。なのに自分たちは私人だと言ってるんだけど、こういうように優遇されている特権を与えられているような地位というのは、これは固有の資格だろというのが沖縄県の主張であり、私たちの主張なんですね。だとしたら、さっきの行政審査法のは使えるはずがないじゃない。お前たちは私人じゃないだろうと。どこが私人なんだ、言ってみろって言うんだけど、言ってみろっていうことに対しては、今回、国はどう言ってるかというと、行政復審査法、もう一回戻していただけますかね。の第2条を見てください。行政庁の処分に不服であるものは4条何とか何とかより審査請求をすることができる。行政庁の処分、つまり知事がやった撤回承認の取り消し、あ、ごめん、承認の撤回、その処分に自分たちの不服があるんだから、承認の撤回処分は処分だよね。処分であったら審査請求をすることができると書いてあるだろ。こっちの話は全く乗ってきません。国交大臣はここだけです。撤回、承認の撤回処分が処分であったら、国であっても行政福祉査法の第2条に基づいて審査請求や執行停止申し立てできるんだという一点張りということです。で、この点はおそらくですね、さすがにこれから国地方係争所委員会だとかに審査の申し出ということをしたという報道がありましたが、私たちも十分検討してきておりますので、もしそこに審査に入ってくれれば、審査委員たちが審査をしてくれれば、法案に入ってくれれば勝つ見込みがあるとは思っているんですが、おそらくですね、国地方係争所委員会のメンバーに、これ言っちゃいけないことだけど、まだ事件になる前にこの日本広報学会というのがあって、そのメンバーに今度行くかも分からないよと言ったところ、いや、やめてくださいと、来ないでくださいというふうに言っておられたので、もしそれが冗談ではなくて、どっかにそういう腰が引けてるんだったら、入る前に蹴りたい、つまり却下したい。だから前回も、前2回ですね、2回、国庁係争所委員会は1回目は却下で蹴って、2回目は入ったんだけど、決定したんだけど、なんだか何言ってるかよく分かんないよなという結論だと、その点は危惧しておりますが、入って審議をしてほしいなというふうに思います。で、いろいろとですね、お話をして、本当はこれ、この時間でお話をして分かっていただけるような問題じゃないか分かんないんだけど、とにかく無理をして無理をして何をしてるかというと、今から問題になる国庁係争所委員会に真っ当な審理をさせないように、まずいろんな話をしている。あるいは裁判になった時もそうなんだけど、真っ当に中身に入って審議をしないようにする。前回なんていうのは、これも皆さんは本当のところは あまりよく分かっておられないかも分かんないんだけど、前尾長さんご存命の頃は承認を取り消したんです。それ何かと言ったら、中山知事がやった承認がそもそも間違っていた、瑕疵があったというんですが、傷があった、過ちがあった、だから私は取り消しますよ。第三者委員会等も慎重な審議を経てですね、こんなに4つも大きな瑕疵があるよって言って取り消したんですが、その時も尾長さんがやった承認の取り消し処分の中身を裁判所は審査するんではなくて、中山さんがやった承認が適法だったか違法だったか、適法だったら尾長さんが間違ってるし、違法だったら尾長さんが正しいでしょ、だから前を審査してた尾長さんのおのずと出てくるよねっていうふうになったんだけど、こういう水面目立て法は
さっき4条のお話しましたね。承認するというときには国土の適正な利用だとか合理的な利用だとか環境保全だとかあるいは災害の防止だとかこれについては承認をする側の地位の大きな裁量を認めているんですね。大きな裁量というのは判断の余地を認めているわけだから、中山さんが適当にというと言い過ぎだけど国のに合わせて適当にお金もらったから正月無事に過ごせるからいいよねって言ってやってしまったんだけど、大きな瑕疵がない限り適法違法とまで言えないよって裁判所言っちゃうわけです。そこで違法じゃないって言っちゃったら尾長さんが間違ってるという、そういう論理でやってきてまともな審査してないんですね。最初に戻ります。桜先生がおっしゃってくれた撤回の理由をきっちりと裁判所であれ国地方係争処理委員会であれ中身を審査して、これで本当に沖縄県民の命や環境や自治が守れるのかという観点で審査してくれれば必ずや結論は一つになると思います。そこに行かないようにあれこれ細工を国がやってる、これ自体が僕は国が例えば沖縄県に寄り添っていうようによく言ってるんだけど、そんなもの嘘っぱちで、いじめるためにその子に近づくいじめっ子を寄り添う人と言いませんよね。そばに行っていじめるために寄ってくるんだろう、そんなことしかやっていない。そしてそのいじめている相手方に対して反論の機会を与えない、それで法治国家ですかと言いたいんだけど、ことさら菅さんなんか法治国家って言いますよね。日本は法治国家ですから何抜かせというふうに僕は思うんですが、ちょっと下品なことになってごめんなさい、何を言ってるかと思うんですが、まあとにかくですね、僕もあの最初言ったらその市民なりすましじゃないけど、法治国家になりすましてとしか言いようがないと思います。もう時間でしょうか。はい、そしたら以上でします。としていることを非常に分かりやすくお伝えいただいたと思います。こちらで、前半の、講演が一通り終わりましたので、時間を押してしまっておりますので、5分間だけ休憩を取ります。